それではただいまより記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに橋本総務大臣より一言申し上げます。すみません、山本総務、このようにお集まりいただきまして、ちょっと選挙運動期間中もあり、このように時間が遅れましたことをお詫び申し上げます。今からですね、また皆さんにいろいろとお対応をしていますし、運営主体の意見につきまして、運営主体からまずは説明と、また皆さんからの質問に答えさせていただきたいと思います。まず、運営主体から、質問を説明をさせていただきたいと思います。まず、初めに、先般より、週刊誌、テレビ等で私が去る3月13日開会日を最初不良という理由により推奨させていただきました。そういったことに関する報道がされ、そして有権者の皆様方、そして新党大阪維新の会をお聞きくださる皆様方に多大なるご迷惑、そして心配をおかけしておりますことに心より謝罪を申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。まずですね、時系列をもって説明をさせていただきたいと思います。13日本会議当日でありますが、本会議当日13日数日前から私は大と国ほか等の症状を様発するような状況でありました。そして13日当日は体調不良でとても今回の採決に耐えうるような状況ではございませんでしたので、関係部署に医療機関から正式に相談しました診断書、これを提出をさせていただき休暇を取らせていただきました。まあ、ただ重要な会議を前にして体調管理をしっかりとできていなかった、このことに関しましては本当に国民の皆様方から負担を受けて、そういった立場にある人間としては本当に体調管理、そういったものの話に関して皆様方に本当にお詫びを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。そしてこれが13日のことでございますが、14日は自宅の方で療養をさせていただいておりました。そして15日、この15日が皆様方、テレビ一部の込みの皆様方の報道で15日は、旅行をしていたのだとか夜旅行をしていたのだとこういうふうな報道もありますが、私は込みの皆様方に最初からお話をさせていただいている通り、この期間の間とも旅行に出かけているこういった事実は決してございません。15日は、私は診断書自体が封がされた状態で受け取りましたので、中身については把握をしておりませんが、マスコミの皆さん方からお伺いしたところによると、3日間の療養が必要であるとこういうふうに書かれていたとお伺いしております。その3日間、経過した翌日が15日に当たるとこういうわけなんですけれども、その15日が、随分療養させていただきましたおかげで随分と体調も回復をすることができました。ですのでその15日は、地元の会員候補者の事務所開き、そして地元行事ともに参加をさせていただき、そしてその後15日の夜、以前からお約束をさせていただいておりました、京都の宮津の方に、出向かっていただきました。でこの京都の宮津に、師匠と2人で旅行をしたのだろうとこういうふうな、報道もありますが、そういったことは一切なく、向こうの方で、お会いさせていただいたのはまず私の前回の衆議院選挙、その京都のリアルの方の企業経営者の方々も非常にご支援をいただきました。そういった関係でお礼も兼ねて以前よりその日にお伺いをさせていただき、こういうお話であり、またその席に同席という形で与謝野町の町長、そして与謝野町長期会議員、そして、京都府の市議会議員候補予定者、
そういった方々と同席をし、会食をしていただきました。ですので結局決して旅行で京都宮津に向かったとこういったことはありませんし、そして、まあ、そういった形で京都の宮津に行かせていただいております。この与謝野町で前回の衆議院選挙でも比例の票、こういったものは格段に伸びたとこういう状況でありますので、そういった面から言い訳して遊びの旅行ではなかったと、それは仕事の一環として行かせていただいたのであると、こういうことを皆様方にお伝えをさせていただきたいと思います。ちょっと清間さん、前提なんですけど、僕は今、ECU の方には、執行部として関与しておりませんので、ECU の方の処分に僕は関与できるという立場がありません。決定権を持っておりません。ですから、今日はですね、大阪維新の方に。あ、すみません。今ですね、僕は維新の党の執行部でありませんので、維新の党の処分に関与できる立場ではありません。ですから、維新の党の処分とはちょっと別にです、今日は大阪維新の会の対応と、上西は大阪維新の会の所属議員でもありますので、あくまでも大阪維新の会の代表、大阪維新の会の対応をもう一貫として、こういう形で会見をさせてもらっています。それでは、市長の皆さんからご質問があるから、どうぞ。はい、社名と氏名を述べていただきまして、挙手にてお願いいたします。まだ実発見について記者の皆さんに確認してもらえてからというか、安西高校の高橋と申します。上西さんにお伺いしますが、今深見ではちゃんとした仕事であったというような釈明だったんですけれども、どうして今までそういったことを発信してこなかったんでしょうか。私としてしましては、私の方に直接接触をしてこられた、取材の関係者の方というのは、関西テレビさん、そして週刊文春さん、週刊現代さんと、この3つであったというふうに承知しております。そしてその3社に関しましては、例えば13日旅行に行かれたのかと、こういう質問もありましたが、行ってませんということでご説明をさせていただいておりますし、当然ですね、皆さん方から文書という形で質問をいただきましたので、それに関しましては、しっかりと誠実に回答をさせていただいております。他局の報道で恐縮なんですが、関西テレビの報道が全国でございますが、何度かマイクを向けてもらったことがあるんですけれども、ああいった、大手な大統領その方であったのか、非常に驚いたんですけれども、それはどうですか。それに関しましても、事実といたしましては、いう形で、上西が取材に対応していたんじゃないかと、そういうふうな報道もございましたが、事実ですね、私、報道されています映像を、ご覧いただきましたら、その場所はですね、人通りが大変多い、小さい橋商店街でございまして、その中で、私が見ておりますと、突如ですね、5名ぐらいのカメラの機材を持った方々が走り寄ってきたという形でありまして、そして、当然、名刺も、社長も見せていただけない。私としては何が起こっているのかわからない、こういう状況でございました。そしてその中でも私といたしましては13日、ここに、13日は自宅で療養していたんですかというふうに聞かれましたら、自宅で療養していましたと、で旅行じゃ行けないんですかと、行けないんですよというふうにお答えをしています。しかしそれは報道されていませんが、そういうふうにお答えをさせていただきました。それでもですね、一向に皆さん方が、ついてくださらなかった。そして、震災が水商店街で、カメラの機材が、毎年通行人の方々の頭の方にぶつかるありとかでありました。そして、ここでは私の事務所スタッフの頭にも何度も何度も、カメラのですね、
まあ、長いですよね、そういったところが使える、そういった状況でありましたので、私としては、まあ、報道によりますと、事務所を通してくださいと、まあ、芸能人みたいじゃないかと、こういうふうに言われてますが、私といたしましては、ここではあまりにも周りの方々に迷惑がかかるから、しっかりと時間と場所を決めてやっていただきたい、そういった意味で、事務所にアポイントを取ってくださいと、こういう形でお願いさせていただきました。そしてですね、そういった私からすれば、どういった方々が記者なのかも、何かもわからないような方々にバッと出てこられて、そしてそういった中で、悩ましい足を蹴られたりですね、足を踏まれたりと、こういうような状況もあり、皆さんに、まあ、訴訟をさせられていると、こういう状況でもありました。そういった取材の中で、私としては、できる限り、通行人の皆様方の迷惑にならないように、そしてお答えをさせていただいております。しっかりと、13日は、自宅にいた、そして、宮津に旅行には行っていないと、こういうことで、お話をさせていただいております。まあ、つまりこの体験をもって自分は、まあ、まあ潔白といいましょうか、であるということを伝えたい。そうですね、私は一部報道されておりますような、遊びでですね、当然大阪都構想の前、そして都立の政府の前にありますから、当然私の地元でも午前も連日選挙の手違い、あいつ前であったりそういったこともありますので、その時期に例えば旅行に遊びに行くとこういったことは自分も考えておりません。ですのでマスコミの皆様方、政府の方で、発信されているような旅行に出たんだ、遊びに出たんだと、そういう状況ではないと、そういうことをお伝えしたいと思って、その体験の場を設けていただくことをお願いしました。どうも、橋本さんに、1時間前に演説でこういった議員は自分が一番許せないタイプの議員であるというようなことでございましたが、今ヒアリングをして宇野さんが言うのは変わったですから、記者の皆さんがまずは事実関係をしっかり確認してもらってですね、それもしっかり聞かせてもらいたいと思います。だからいろいろ今言った事実と違うということがあれば、それは指導されている皆さんの方が全部確認してもらいたいと思います。その後にご一緒に判断をしたいと思います。今の取材について、弊社の取材について言及がありましたので、たくさん考えていると思います。事務所の方から、質問について、に関しては、いただきまして、ご回答させていただきましたが、不合意の方に当たったという点ですけれども、まあ、当たったというとありましたが、まあ当日いろいろ、まあ、職員さんに確認したいと思って、事務所が言うと、確認しようと、その中で場所に渡って、結果的にああいう形で、それから落ち着いた場所で取材をさせていただきたいと思います。我々も同じ思いでして、13日、あれ形になったのは、13日です。震災が19日です。初期年に、まあ、こう、ちょっと形で、やらさせていただきたいと思います。それはですね、私の秘書に対して取材をしたい、秘書自身に対して取材をしたいという形で受け取っておりますので、それはですね、しっかりとした形で、私の事務所の方が、しっかりと受け止めていただくのかもしれませんけれども、まあ、そういった形で、私どもの方が認識をしておりまして、で私のほうに、取材した文書で質問状をいただきました。それに関しては、
まあ、僕らの公職ですから、いつも言ってるように、メディアの皆さんのチェックを受けるのは、これ当然のことなんで、選挙運動期間中であろうが、なるであろうが、厳しくやってもらうのも、これは当たり前だと思うんですけども、ちょっと一点確認させてもらいたいんですけど、事実確認として、上西議員の周りにこうカメラが囲んでましたけども、事実じゃなかった、事実かどうか確認させてもらいたいんですが、あれは全カメラ、関西テレビの取材中に聞いてるんですけど、それは事実なんですか？複数社ですから、まあ、不在班であれば、読売テレビさん、まあ、ABC さん、MBS さん、まあ、それに関西さん、まあ、大体4社か NHK さんで来られると思うんですけども、あそこ複数カメラがこう取り囲んでいたのは、あれは在班の局、じゃあ複数社で対応していたのか、関西さんだけであのカメラを構えて、囲んだのか。そこはいかがですか。多分これなんていうんですか、この通常のカメラのですね、ムービーを持ってた方、あれガーッとこう、はい、を囲んで、で実際に民主議員の様子を映していたのはこのカメラなんていうんですか。ING で多分あれで映していたんじゃないですかね。で ING で映して周りはムービーで民学者がバーッとこう囲んでた様子が映ってたんですけども、あれはそうなんですか。複数社なんですか、それとも関西さんだけなんですか。これ事実なんで、ちょっと答えてください。うちの、社のみだったと思います。はい。2つのうちのオンエアに映り込んでる社は、うちに。これも事実だけ確認させてもらいたいんですが、僕が通常取材を受けたりとか、そういう時に、いや、その記者複数人がムービーを持って囲むなんて、これ、ありえないんですよ。その意味はどういう意味なんですか。カメラ複数で1人の囲む。ENC があれば、まあ、十分だと思うんですけども、ムービーではあそこまで関西の記者が一人の議員を囲んだというのは、どういう意味があったんですか。結果的にですね、散らばってた記者が、1か所に集まって、まあ、自然発生的に、ね、ああいう状況が生じたと。で、威圧的ではないかという抗議も出ました。まあ、我々としてはですね、問題はなかったとは思ってますが、ただ、まあ、受けた指摘に対しては、まあ、今、改めて財務の方からも、実際に受けた指摘がありましたので、そこは、繰り返しになりますけど、何か、正当化しようとか、そういうつもりはないですけどね、これ、報道のあり方として、あそこ何年に行ってるんですか。見たかというのは、5年。ムービー持って、それは ENG のカメラが1台ある、ムービー5台で商店街の中で囲むというような報道のあり方は、これはいかがなんですか。フェアに判断したいので、もちろん、あそこでの態度振る舞いは問題だということは言ってます。で必要であれば、後で秘書の面で、車のね、ぶつけられたからといって、巻き舌でああいうふうな対応するのは、ね、問題だと。もちろん、僕もそんな偉そうに言えた立場ではないですけども、いろんなところでそうやって、聞き方が悪いような気がよくいっぱいやってるから、偉そうなことで言えた立場ではないですけど、ただ、それでも秘書という立場で、ああいう対応するのは問題だと思って、まあ、場合によっては、謝罪で集まってる。だからちょっとその取材方法として、僕はてっきり複数社がこう囲ってこうやってると思ったんですけども、カンテレさんだけでカメラがそこまで囲んで、通行人の邪魔になるようなそういうことで分かっていながらどうやるっていうのは、ちょっとそこはね、違うんじゃないのかなと思うんですね。だからといって事務所を通じて、やってください、あとは取材拒否とかいうのも、あれも最悪です、対応としては。議員の対応としては大変ですけれども、ここは報道各社の皆さんとしてはいかがですか。そういう取材っていうのはあまり自分が7年超えるこの仕事なんですけど、それを経験したことがないので、一社だけでムービー5台も何台も取り囲まれているとか、状況としては、まあ、意図して、まあ、威圧的なことをするためにやったことではもちろんないんです。結果的に、まあ、なってしまいましたので、今は代表からもそういう指摘を受けましたので、尊敬についてはしっかり、
の点に関してちょっと僕からもお聞きしたいんですけど、いかがですか。それはフェアですか。いや、問題ないの。問題、ファンミーティングじゃないと問題あると考えてるので、フェアだと思わずにいかがですか。ちょっとそこの部分は映像の映り方に関してはね、メディアの皆さんテレビ使って繰り返し繰り返し映像を流してますけども、やっぱりフェアにチェックはしてもらいたいと思うんですよね。僕ら法人ですから厳しくこちらが追求してもらうとか権力チェックやってもらうっていうのは、それはもう当然そうだと思いますけども、作ったようなその映像になるのはちょっと違うんじゃないかな。態度は、ね、悪いですよ。でもそれはメディア側の方にもその経緯とかその取材方法なんで、何らかや何かそういう特殊事情があるんですけど、そういうことも踏まえて映像を流してもらわないと、あれ見る限りはものすごい多いですね。複数社の取材の中で、追い払うような形でやってるようになってます。一社で一人をあそこまでムービーで囲むっていうのは、ちょっとフェアな権力チェックじゃないんじゃないのかなと思うんですね。で、しかもその映像ばかりを今度、ワイドショー関係で繰り返し繰り返し流してるでしょ。だから本質的なところを、ちょっと皆さんに質問を続けてもらいたいんですよね。その議員の配慮を前として、なんだろう。まあ、もちろんカメラに映った取り払い方っていうのは問題だということは分かりました。で、秘書の態度振る舞いも問題だということは分かりました。ただそれは官邸さんがちょっとありえないような取材方法をやってたということも、それは事実だと思ったんですよね。まあ、そこはそこで置いといてもらったとして、その方から問題だっていうところを指摘していただきたいんですけど、ね。産経新聞の長原と申します。ウィンチにお伺いしたいんですけれども、13日の数日前から、おかんがですね、報道があったという話をされてたと思うんですけれども、13日は大阪にはどのように那須高専手段で帰られたんでしょうか。はい、大阪はですね、東京の人事者ですね、ここから、タクシーに乗って東京駅に参りました。そして東京駅から新幹線に乗り、新幹線に帰っていただいたということでありますが、本当にこれもですね、誤解をなくすかもしれないんですけれども、私といたしましては本当に最初、本当に耐えられる、この12日の夜なんですけれども、もう汚くなって大変恐縮なんですけれども、もうよりこういったものが繰り返しありまして、一睡もできないという状況でありました。そして、それで私は東京の自由主義者で、基本的な生活リズムといたしましては、夜、外食をして、飲食所に帰ったら、もう朝は7時頃には、飲食所に出て、議員会館に向かうと、そういうルールでありましたので、宿舎の方には、例えば飲み物であったり、食べ物であったり、ドリンクであったり、そういったものも全く常備に出しておりませんでしたし、そういった関係からも、東京にいても、コーヒーに行くこともないと、そういうことでありまして、この大阪に帰らせていただきました。でその地元の大阪に帰らせていただきました理由を申しますと、大阪には彼女の住んでおりますから、それがあった時に、看病していただく、看病してもらえると、こういったものもありますし、私の生活には大阪でありますので、大阪なれば正直に一人暮らしなんですけれども、大阪の近くに医療室があったり、そんなふうにいろいろ行き込んでおりますので、こちらの方はしっかりと療養させていただけるのではないかと、本当にかなりそういう状況がありまして、これまで私はあんまり病気とかに上がったことがない人間ですから、本当にこれまで経験した中でもかなりしんどいような状況であったことだけは伝えようとしていただきたいと思います。体調が悪かったので、療養のために大阪に戻られた、新幹線に頼るのかなということを疑問に思ったんですけれども、新幹線でわざわざ移動しなくてもいいんじゃないかと、今の説明を伝えるまでは思ったんですけれども、療養の日だったということですね。そしたらですね、週刊誌の報じている話なんですけれども、その前日に新
飲食をされていたというような報道があるのあるんですけれども、その点についてはどのように。これに関しても、ご説明をさせていただきたいと思います。受任室はですね、この区は、1ヶ月以上前から、その先輩議員と、お約束をさせていただいたときであり、その先輩議員に関しては、専門分野が、まあ、女性の疾患である医師で、ということでありましたので、私も事務所から、そういうご相談をさせていただいておりまして、またですね、その日は、この先輩議員の、患者さんの、まあ、何か記念日であるということで、きっともその日に一緒に行っていただきたいです。だから、大事だから、この日に対して来てくれないかと、こういう形で1ヶ月以上前から、お話をいただいておりました。まあ、そしてですね、住民地のお昼、病院に関していただきまして、薬を処方していただきました。で、その薬の成果、その12日、夕方ぐらいが、少しですね、まあ、家にいる方の方も、少し負けであったりとかも、少しお騒がせように感じましたので、まあ、少しだけ、まあ、言っても別に、まあ、食事をするわけでもないし、まあ、お酒を飲んだわけでもないですけれども、まあ、顔を処方したので、まあ、今、体調がちょっと落ち着いているから、行かせていただこうと。こういう思いで参りました。その後の13日に体調を崩されているということで、はい、まあ、これに関しましては、まあ、私が12日、まあ、そういうあまり考えで、今ちょっとお腹がちょっと落ち着いているからということで、まあ、出かけずに、まあ、寝ていれば、家庭の話にはなりますけれども、そう寝ていれば13日、まあ、良くなる。かもしれませんけれども、これに関しては、私が体調管理をしっかりとできていなかった、まあ、これに関しては、本当にこういう皆様方から、自宅を受けている立場の人間としては、大変にこの体調管理に関する考え方の甘さ、こういったものは真摯に反省をし、そしてこれからそうしたことのないように、しっかりと対処、そして改善をさせていただきたいと、このように思っております。あ、すみません、リオテレビです。診断書のね、経緯を伺いたいんですけども、診断書が、まあ、いつでどのような形で発行されたのかということと、あと診断がですね、急性ウイルス性腸炎ということで、これは我々の腸炎機器によりますと、結構長い間ですね、例えば感染の恐れがあるので、まあ、人を接しちゃいけないというか、話もされております。今の話から言うと、結構診断されたらすぐに人と接触されてますが、まあ、その辺の話も含め、診断書、どういう形で。はい、申し上げます。12日の、まあ、昼ですね、都会勉強会等の合間の時間を行って、そして、東京の赤坂議員宿舎の、付近にある病院とはですね、別にどの議員選挙関係とかでもなく、それからこういったことで、まあ、されるであったり、そういったものを処方していくいただく際に、普通に利用させていただいている病院になります。で、こちらに、参りまして、まあ、症状を申し上げて診断をしていただきました。そして、まあ、その時に、まあ、先生から、まあ、過敏性腸炎か、まあ、ウイルス性腸炎で、まあまあ、まあ、どっちかだから、まあ、まあ、2、3日、まあ、よく見てもらえるかなと、こういうふうなお話でありました。そしてですね、診断書の内容にいたしましては、私はその病院から、もう完全に空を、封筒に入って、空をした状態で相談をしてますので、私、未だに、その診断書の内容というのは、見ておりません。これが事実でありまして、中身に関しましては、落ちていないというか、ご存じなんかちょっとわからないんですけれども、マスコミの皆さん方から、まあ、ウイルス性腸炎で3日間療養が必要だという内容が書かれていると、こういうふうにマスコミの皆さんからいただいた情報であるということであります。これ、医師の方からですか？はい。医師の方からです。はい。これ、病名とかは全然。まあ、過敏性腸炎に、過敏性
性腸炎とか密性腸炎かなと、はい、そんな曖昧なもんだった、はい、こういうふうなお話でいただきまして、今申し上げましたように、病気のことに関して申し上げましたように、あんまり病気にかかったことがない人間でしたから、ちょっと無視なところもあったかとは思うんですけれども、密性腸炎でしたから、ちょっと聞きないようにと、こういったお話は、その時間の方から、いかがございませんか。診断書を当ててない。今は、多分、他の人もいるんですね。はい、それはもう、しっかりと、それは私の責任だと思います。責任なんですけれども、しっかりと理由があって、返済を適用するということで、満たすということで、まあ、本来であれば、診断書というものは、提出をする必要はないという話があったんですけれども、それは私としては、しっかりと理由があるということを、適用を伝えようさせていただきたいことに、自ら提出をしていただいております。でもまあね、普通もうご自身でね、自分の病名をこう知らないでね、言うけども、封を開けないで、ね、でも診断書はこれは自分の病名は知っておかなきゃいけない、それにどうなんですかね。まあ、診断書はですね、まあ、私といたしましては、おそらく封をされているのは改ざんをされないためではないかなと、本人にも知らせちゃいけないものなんですか。まあ、おそらく、先生方のその病院の方針というのは存じ上げませんけれども、まあ、事実といたしまして、封をされた状態でいただいているというのは、これは事実であります。そうですよね。ご本人のね、病名をね、しっかりと。診断書に書いた病名をご本人に伝えるのが、これ、自然じゃないかな。そうそうなんですけれども、私、今、事実をお話をさせていただいております。わかりました。診断書の提出の経緯は、診断書を提出させていただきましたケースとしましては、私の東京におります、職場所から、診断書を受けと一緒に合わせて、社会の方に来ましたと、こういうふうに聞いております。フジテレビ武器の12日の夜なんですけれども、どのような市民のお店に何件ほど、どのような時間かけて行かれたんですか。はい、ちょっとですね、時間というものはちょっと私もですね、本当に途中、最後の方ですね、非常に体調が悪くなってまいりまして、詳細な時間というのは分かりませんので、まあ、このことはご了承いただきたいと思います。12日ですね、まずこの先輩議員の方が、患者さんの要望があって、そういったお店にまず行こうというお話になったんですけれども、その約束の時間まで少し時間があるということになりましたので、どこかで時間を過ごそうかと、そういう話で、まあ、居酒屋になるんですかね、まあ、居酒屋に入らせていただきましたが、まあ、その時もですね、私は一切本当に飲酒はいたしておりませんし、またですね、この消費税とかそういうものも全く手をつけられないような状況になりました。そしてその後、まあ、先輩議員が女性のお店に、行かせていただきまして、まあ、そこでも飲み物といってもホットドリンクを飲ませていただいたら、それもですね、ほとんど腰を1つ切れなくなるという状況であります。そしてそのどうしても近くに自分のところは顔だけ出してほしいと、顔だけでいいからということで、まあ、お邪魔させていただきました。そこは本当に顔だけ出すという形で失礼をさせていただきましたが、その時ですね、本当にもう体調がもう耐えられない、正直立っていられないような状況に、ちょっと難しい話を聞いてしまいました。ですので、先ほども申し上げましたが、この先輩議員が、まあ、自分の心臓に来て、ビタミン注射を打って帰りなさいということで、その診療所でビタミン注射を打っていただき、2軒目以降というのも居酒屋さんなんですか。2軒目はですね、そのまあ患者さんが、まあ、ショーをしてらっしゃる、そういったところで、まあ、そのショーも体験をすると、そういう形のお店になりました。そういったところで先に入る、あっさり入るというような対応というのはちょっと難しかったんでしょうか。
あ、そうですね、私もですね、非常にその点に関しましては、まあ、ご指摘をいただく当然のことかなというふうに思います。そして、まあ、私の体調管理の甘さと、こういうことにつながるのではないかと、それに関しましては、真摯に反省をしていただきたいと思いました。そうですね、本当に非常に日頃から、本当にお世話になっていた先生でありまして、まあ、顔を出してほしいと、顔を出して僕の顔を見せて、出してくれないかと、そういうことがありましたので、という形で、12日 の夜の過ごし方がやはり13日の欠席につながった原因かなというふうに考えています。これはですね、まあ、まあ、でも家庭の話でもそれはお分かりになるんですけれども、まあ、ただ、まあ、プラス当然そういう患者の方も近いんだと思います。まあ、しかし、まあ、まあ、そういう方もあったんです。まあ、ただ、その時間に来たら、まあ、それが、まあ、先生もね、何も計画をするには、とりあえず、その時だったら、時間に来たら、持って帰りなよと、こういう形で、提案をいただいたわけでありまして、まあ、その時間に来たとしても、まあ、普通に帰ってから、ずっと、まあ、こういう形で、一緒にできないという状況がありましたので、まあ、その家庭のお話に関しましては、私も、時間を使うというところでありますが、TBS テレビの八井と申します。今このようなのをご提示いただきありがとうございます。今日会見お二方で出席されるということを聞いて、今日は橋本代表がどのような発言をされるのかなというところに少し注目していたところがありました。ただ現在のところ、まあ、質問が上西さんに集中していることもありまして、静かに見守っているような印象を受けました。ただ今日統一地方選の、まあ、告示があって遊説に出られた際には維新の会の維新の党の上西小百合議員のことでお騒がせをしております、すいませんというような謝罪の挨拶からご挨拶をされている様子というのは非常に印象的だったんですね。正直今この上西さんから、まあ、こうお話を受けて、ただ党の関係者からも事情は聞いている、その間におそらくギャップがあると思います。それからこれから迎える統一地方選に向けて今回の騒動というのがやはり影響が出てくるという思いはありますでしょうか。いや、選挙のことを考えても仕方がないので、それはそのメディアの皆さんが出席すると確認するとそういう場を設けて、そういうのも確認をしますし、皆さんがいろんな事実をご存知だと思いますので、今言った発言のここはおかしいとかここはおかしいとか、まさに国民の代表者なわけですから、いくら議員の方がこういうことを言ってもそこはおかしいんじゃないかということをしっかり言ってもらうのをまずしっかりと聞かせてもらいたいと思います。今出席はされているけれども、まだ詳しくはこの会見以降にこう本人に尋ねるという形になる。いや、もうほぼ聞いてますよ、いろんなところから。ですから、あとはそれが国民の代表である皆さんが、ここはこうじゃないか、ここはこうじゃないかということは、どんどん質問いただいて、それを見させてもらいたいと思います。有権者の方にですね、ガイドインタビューをさせていただきますと、まあ、前回の総選挙、民主党に当然、投票されている方もいるんですが、橋本さんの維新の会に入れたんだと、正直こういうことがあると、がっかりだとおっしゃる方もいました。で今日事務所に行っていたんですが、もう当然候補者の方のポスターも貼っていたりして、まさに準備がもう始まったという状況ですね、もう選挙が。でそういう中で今回の状態を早く、僕はいつも TBS の東京までしょ、はい、もう前半の記者になっているうどん記者とやり合うんですよ、受けたばっかりです。ただ僕はいつも言ったらフェアになってくれる、だから法に対しても厳しくやってくるのは当然だからね、これは認識の理由は
もちろんガンダムの厳しくやってもらったらいいけれども、フェアにやろうってことで、まあ、途中検査してますよ。だから、今回の問題も疑惑なわけでしょ、あれ、応じてるのが。で、映像も、さっき言ったカンテレが、ちょっと僕がね、そこは事実を確認したところ、やっぱり、フェアじゃないなと思った事実が出てきました。ENG があって、ムービーがいろいろなところで運んでね、でいかにも副奏者が取材をされているような、そういう状況にしてですよ。で、あの震災橋のものすごい人通りの多い商店街であれば、まあ、取材があるんだったら、その ENG と記者含めてね、そこはやるでしょう。そこはね。で、ただ、これに応じてね、あの対応の仕方っていうのはもう、絶対許されませんと。自分の対応で、基礎の対応で、あとで対応させますけれども。だからやっぱあれはフェアじゃないけれども、やっぱりあれはフェアじゃないと、あの映像はね、映像は。それから今、疑惑っていうことで報じられてるわけですから、じゃあそれが事実かどうかって、疑惑かどうかっていうのを今、こちら、人の方が報じられてる通りじゃないと、要は、旅行は行ってないと、言い切ってるんで、ぜひ取材をしてる側の方がね、いや、違うんじゃないかってことを言ってもらいたいんですけどね。ただやっぱり問題なのは12日の過ごし方ですよ。さっき、9時の方から話してきました通り。ここは大問題だと思いますよ。12日の過ごし方。で、これはやっぱり、過ごし方が定期的につながったっていう、取るのが普通でしょう。で、本会議という大事な会議を前にして、じゃあ、前日のね、あの会合っていうものが本会議と比べていくと、それが重要だってことぐらいの判断をね、やっぱりこれはもう国会議員なんであれば、それはその判断を変えなきゃいけないです。ただ、そこを責めてくれればいいんですよ。ただ、それが、今度全くのその、ウイルス溯源というものがない中で飲みに来たっていうような報道が今されてるから、いや、それだから裏取ってるんであればね、受け止めなくてもいいと思います。で、カウントの方は、ウイルス溯源だと。ウイルス溯源の中で、フグでしょ、あれ。まあ、そう報道されているように、まあ、食事をして3件ぐらい行ったんでしょ。だからこれはアウトですよ。これは言い訳ですよ。だけどそこはウイルス腸炎がねなくて食べに行ったのか、その診断書だけを移動して作ってで食べに行ったのか、いやさっきも日テレ農家の人は言いましたけど、確かに診断書の中見ないと、まあ、おかしな話ですけど、確かにでも封印するときもありますよね。提出書類ということで、さっき言ったように公式な書類の場合には改ざんしないように封印して、でそのまま診断書で提出して、ただその中の病名とかそういうのはっきり覚えてないというのは、これもおっしゃる通り、おかしくもうしっかりしろと、議員なんだからそれはちゃんと病名ぐらいの病名手をすら分かります。ただちょっと病気ですよね。今報道されている状況というのは、病気でなかったのに飲みに来たというような、まあ、そういう疑惑になっているから、ちょっとそこはだから、彼女が言っているのと違うかな、裏があるんだったら、どんどん言ってもらいたいなと思うんですけどね。だから、検討はしません。病気で飲みに来たって、これ最悪です。翌日、もう帰る。病気で飲みに来た、顔出した。ただそれは今の報道のされ方っていうのが、病気でないのに偽造して仮病で飲みに行ったっていう報道で疑惑が流れてるんで、まあ、これはこれ聞けば有権者の皆さん何やってたっていうのがありますよね。だから前に言ったように裏があったり、いやそうは言ってるけどここはこうでしょっていうのは見てもらいたいなという、ね、あと15日、もうここの、僕も、捜査権持ってるわけじゃないですから、何でもかんでも、全部自分で捜査できませんけども、後で、起訴を呼びますけどもね、15日に、フィナンスに行ってることは間違いないって聞いてます。で、止まったのは、議員の方が、起訴の実家のお母さんのことを止まってます。で、まあ、ただ、そこは大人の関係のことは知りません。僕は、ここは、どのコーナーで言い出すこと。言えたそうじゃないですけども、だから彼女の方が泊まったのは、秘書の実家のお母さんのところに泊まった。それ15日の夜でしょ。で、16日から出て。で、14は大阪の近くに。という事実を今聞いてるんで、いや、違うよと、
何か、それは僕はもう市役所の会見で、裏取ってくれと、その13本会議の本会議の日に旅行行ってたのも特に臨時職だし、14、15でもね、すぐ元気になったから行くってよ、もうそのアウト、これが15だ。15の夜は秘書の実家のお母さんのところですね。で、あのカンセラが、報道してた食事屋さん15日の、あの秘書のお兄さんのところです。で、1万9000かなんかっていう、1万8000かなんかの領収書ですけども、まあ、人数としては6名での食事だったんで、で、僕はあの報道を見たらね、1万9000円、その2人で、しかもお兄さんが宮城で、美味しいもの食べに来たと、美味しいもの食べに来たってそうです。で、あれ、お兄さんってことは分かってたんですね。で、その人数も分かってたんですか？どこで初めてじゃないですか？いや、それで、いや、秘書の名前で、これ、この名前ですね、とか言って、あれ、レコーダーが取材者に言ってましたけど、お兄さんだったかな。で、それで、これ、秘書の名前って言うと、お兄さんのところに来て、で、6名で、多分あの前後いろんなこと話してたのね、あのお兄さん。おいしいもん見合わせて、おいしいもん食べに来たって、お兄さんのところに来てるんですね。で、結局だから、ものすごいなんか1万9000円の高級の2人の、2人で1万9000円の店にね、見合わせておいしいもん食べに来たと。これはああいうの流れたら、有権者はおかしいなと思いますけど、お兄さんのところに6名で1万9000円。で、おいしそうなお金やったら、それは言うんでしょうけど、その前後いろいろあると思うんですよ。まだお兄さんなんですね。すみません。受け手側の立場からすると印象は、ね、違うと思うんですよね。
あ、どうぞ、はい。15日の朝の委員長ですけれども、お二人で行ったわけではないという。それはもちろんですね、大阪を出発して、京都の宮城に行っております。ですので、私の地区は、私の運転をするというようなことになりますし、今日、大阪から宮城まで車で、そういうふうに運転をして、そして私がお二人で、ちょっと聞いていると。で、その京都のその店で、皆さんと合流させていただいたと思います。その飲食店において、はい、まあ、後から合流したあの2人で、まあ、飲食をされた団体というのはありません。はい、待っている間は、まあ、お水は出していただきましたけれども、それだけで2人で飲食をしたとというふうに報道されていますが、そういった事実は一切ございません。情報ではございません。これはそうですよね。あそこで食べた人は誰なのか。議長と議員とその町長とか町議会議員とか、ここは、うん、の報道ではちょっと触れられてないというか、いや触れられてないというか、そこはそこはうちはつかんでない。じゃあその店、お店のマスターに確認して誰と来てましたっていうのは確認します。でもお店の住所もありなんですか。だから弟来ましたよって、その議員と誰と誰とみんな食べてっていう話なんです。これは、報道自由の範囲ですから、僕が直接はこれ言えないし、裁判の場じゃないから、証拠的事例みたいなものはないんでね。これはだから、そこ確認してるから、ね、まあ、我々の2人というふうに聞いて、あ、マスターから。実のお兄さんから2人と。そしたら、いや、それだったら裏取ってもらったらいいと思う。この参加者、僕も裏取ってないから、その、何でした？町長。下山町町長と、町議会議員と、京都の府会議員の高齢者が、あと、事業経営者の2人。で、それも必要であれば、事業経営者の本人に確認を取ってもらって、で、これはうちのことではないんですけれども、未退されたという報道もあるんですが、これは事実じゃないですか。3回目とかどうして実はその方と行かれたと、まずその店さんの方と行かれたと、そういう事実はございません。なぜ彼はなんかお店の方から裏に行ったのか、これはそういう事実の報道があったので、そちらは私どもぐらいには、まあ、こういった事実はございません。先生、従業員経理のことでは、15日の動きについては、弊社の取材では、まあ、その午前中はその1人だけ、地元の従業員さんとされて、で、移動して、まあ、まずはお二人でそのお兄さんの店で、少し待たれていて、でそこで上りの方の予算と、予算の総合大臣の方々と合流されて、で予算の調整をピックアップされて、その後会社の皆さんで解決されたというお話を聞いています。はい、それは間違いない。はい、間違いありません。それは私がお伺いしておりますと、言いますと、こちらは直接調査を調査会議にしていた方々に裏は取っているというふうにお伺いをしてます。町長には実はまずお話をお伺いしてまして、はい、で、まあ、それを、まあ、実際に通知されていたと、はい、最後に解説されたので、はい、まあ、その町長の話を考えるならば、はい、まあ、15日は、まあ、そういう先生を考える、まあ、旅行ではないという、はい、かなり難しいというふうに考えていますが、はい、14日について確認なんですけれども、はい、14日は、まあ、誰もその上についての足取りを知らないという状態なんですけれども、はい、完全に、自宅で合流されているようです。一部報道では14日も旅行に入れていたそういった事実はありません。ありません。これは僕がですね、最初に初っ端にこの質問を受けたときに14、15こう旅行行ってると報告を受けてこう他に会見で言ってます。でこの報告を受けてるっていうのは電話連絡等で医師の監督等の
いろいろ報告を受けた中で、重要な重要な旅行行ってると、もうあれは本人に確認する前に、いきなりこの報道か何かで、ちょっと市役所で、多分カンペラからパーンと当てられたんですね、その場で、僕は答えてます。これは僕のある責任ですね。僕は重要な重要を旅行行ってると、報告を聞いてるという。発言したもんですから、まあ、これはもう僕 の, 立場上、そこを重きを感じるのは当然です。だから番組内で、僕の発言で14、15言ってたということの前提になっているのは、これは僕の責任で、僕の発言でそういう事実を認定したということは、報道は間違ってないです。ただ、本人が言うには、14は自宅療養だと。で、15は出かけた。で、15の夜は、秘書の、秘書のお母さんというところは確認しました。で、だから自宅療養というところはさっき言いましたけど、僕もそこまでの調査権が何だか持ってませんから、14の足取りについては僕も何もないです。ただこれはだからあとはもうやっぱおかしいというのであれば何か裏を出してもらわないと、おかしいおかしいだけではなかなかこれは本人が自宅療養だ。こっちはおかしいと言っても、それはね、フェアリーがないんです。もし何かあれば、どこかで目撃したとかね、そういうことがあれば、言ってもらいたいなと思います。で、そのピックアップしたのは、デザイン仕事のピックアップしたっていうのは、最初に、2人でそのお兄さんのお店で待っていて、で、そこにみんなが来て、で、そこで解説したんじゃないか。すみません、すみません、詳しく15日の、リアルでの、日程をお話をさせていただきたいと思います。でまずですね、その、秘書の兄の店で待ち合わせということでありましたので、そこでまず合流をさせていただきました。そしてその後ですね、向こうの企業経営者の方が運転される車で、与太郎町長のご自宅にお迎えに上がらせていただきました。そしてですね、その後、一応解説の場を設けていただいておりましたので、別のお店に移動させていただきまして、でその後に、最後は私、車は少し置いてありますので、お兄さんのお店の方まで送ってきていただきました。でそこでですね、このまま、最後のあれだからお兄さんと少し話したいかということで、私はそこでもほとんど何も食べていないんですけれども、そこで皆様がちょっとだけ、感じて、ね、そういった中で少しだけお話をさせていただきまして、でその後解散したという流れになります。お兄さんも見てたんですか？はい、そういった。会食の場所はなんかお兄さんの店は、最初送ってきてくださったんですけれども、このまま帰るのもお兄さんであれだから、ちょっと皆さん困りますかということであれです。会食行った後に、はい、会食をみんなでお兄さんの店で待ち合わせをして、で会食の会場に移って、で会食の会場に移ったけれども、もう一回お兄さんの店に戻って、でそこの領収書が一番聞いてるんですね。あれ、お昼って、お昼から関係があるほど、お昼で食べてたのか、なんかそういう印象で覚えつけたのか。はい、夜なんで、午後だったのか、夜ではない。夜では、我々、ね、センターにというふうに、我々はお兄さんから。あ、お兄さんから。はい。ですがですね、私の15日の、活動、当然ブログにも私は上げさせていただいておりますが、15日は、地元市会議員の事務所でやっていることでお邪魔させていただいておりますし、また地元常務にも、参加をさせていただいております。ですから、昼ですね、昼ご飯をその宮城で京都で2人で食べる、あるいはですね、14から15日にかけて旅行に行くと、こういったことは私、体一つですので、そういったことは不可能であります。コロナ以内で、はい、何時頃に、出た時間とかあんまり把握してないんですけれども、着いた時間は4時半ぐらいだったと覚えています。もうちょっと詳しく4時半に着いて
4時半に着いて、まあ、その後程なくですね、まあ、10分、20分ぐらいの時間で、その他の協議会議員と、中央警視庁の2人目がお聞きいただきました。で、そこから会食場所というのは、はい、そこから会食場所に向かったんですけれども、私は全くですね、時間がないので、地名等を、店の名前等も覚えておりませんが、結局ですから、店の名前は最初ぐらいに待ってね。あ、もちろん待ってます。違いしていただいても構いません。じゃあ、夜の会食の場所は、あ、はい、もちろんです。はい、で、そこで何人いたかというのも、まあ、店の方、まあ、その、企業経営者の方で受けるような雰囲気、まあ、雰囲気でありましたので、お店の方も、ご購入いただけるのではないかと思っております。じゃあ、この一日会食の方は何ですか？まあ、おそらく、まあ、20回は行ったんじゃないかと。私は、まあ、まあ、1杯ぐらい飲みましたけれども、まあ、食事もほとんどしてませんし、まあ、基本的にはお茶をいただいていました。この時の体調はどうですか？まあ、体調ですね。だから私もですね、まあ、直前まで、まあ、そういった失恋といいますか、まあ、23日、まあ、大変にひどい状況がありましたので、まあ、あんまり食べるのも、まあ、ちょっと夜ご飯を入れるのもちょっと怖いなという思いがありましたので、まあ、ほとんど、まあ、手もつけていないと。ウイルスで一緒だったら、それは飲んでるの？はい。もっとそれは知らなかったので、はい、一緒に行くのに。はい。じゃあ、レセプトが、その、銀行とか、あの、近くの病院とか、はい。一緒に予防中に野菜とは全然変化がないので、あ、そう、私も思ってます。もう、今もないんですけれども。多分、あの、多分、それを僕もそれは確認して、さっき言ってたんですけど、理想であれば薬とか出ないんですよ。どうなのかなと思って、ちょっと出せるかって話をしたら、出せるか、あの、出せるかって、治療法人の対策をどうかな、出せるかって話をして、この場所、まだ僕は確認はしてませんけども、まあ、必要であれば、それは誤解現象。まあ、そういった形で、まあ、診断とですね、あの、決して治療行為はありませんし、しっかりと、あの、本当には、まあ、何の感染者の、まあ、自分の感染者の病院に行っているというわけでもありません。単に、まあ、個人で、その、自分の、自分の近くの病院に行かせていただいているというわけでありますので、何も不正をして、まあ、このね、いろいろ仮病だとか、不正をして取ったんじゃないかと、こういうふうな報道されていますが、そういった事実は一切なく、本当に普通の医師患者として、診断を受け、そして診断を相談したと、普通の流れであることをお伝えさせていただきたいと思います。これ、今、はい、いいですか。すいません、今ですね、医師の方から、あの、今の正式な時間を、あったということですので、お伝えをさせていただきたいと思います。4時に、宮津の、秘書の愛の店で待ち合わせという約束だったそうであります。そして、現地の宮津の店に、到着をした時間が、まあ、3時半から40分と、そういうことであります。そして、宮津の、出てきた佐野町の町議会議員、そして企業経営者の方2名と合流をして、その店を出たのは、2時半と、こういうふうな形であるということであります。で、こっから行きましょうか。はい。だから、関西テレビの方で、まあ、これ、ビアに、よろしいですか、関西テレビの方で。はい。私たちが、宮津で、秘書のお兄様の家に取材に行って、行ったのは、お店に、3時ごろに、お伝えしてきたという説明を受けました。それは今、取材の、記録を確認して、今、調整をしています。まあ、ここは、時間的には、まあ、その、体調に差があるのか、なのか、それは、私も、まあ、それとかの人はわからないんですけれども、そういった事実でありますし、ただ、先ほども申し上げましたように、非常に運転をさせて、京都に行っているわけでありますから、当然、2人で到着をすると、これは当たり前のことではないかと、このように思います。じゃあ、
だからあれちょっと関西さんの方でもう一回確認してもらいたいのかな。その3時から3時半ぐらいに着いてそこで食事をしたのか、今の話でいくとそこで待ち合わせして1時間に行ってで戻ってきてお店にもう一回夜戻ってきて食事をしたっていう話をしてるので、カンデルさんの行動の状況だとお昼ついてそこで食べたような感じなんです。いえ、もう取材の、ドアお兄様の話で、3時、3時頃に、2人で行ったということで、それを曲げたような、はい、曲げてはないんですけど、3時に到着して、1万9000回、1万8000回の勉強が出てきて、で、お兄さんが、お兄さんということなんですけど、ここで出てないですよ。僕もできる必要があったと思ってたんで、じゃあ宮城においしいもの食べに来てっていうあの言葉を見つかわせると3時半に1万9000円のご飯を2人で食べたっていうのがこれとつながります。あそこだから3時半にまず待ち合わせだけはして、で1時間にまず出て行って戻ってきてお兄さんのところで2時間的に食べたっていうような事実の状況にはなってない。こういうことになってないですね。だから3時半に到着して宮城においしいもの食べに来て2人でっていうものがつながると、3時半お昼前に2人で食べたっていうようなことだと受けると思います。だから、いやもしそこは裏と取れて違うと、お昼に食べたんだっていうことだったら、そこはお昼というような、食べたのは、実験してないじゃないですか、ね。そこは戻してないんですけど、まあ、3時半の2人の一番受けられている領収書の3つ、事実として出てきたんですね。そしたら、もし、いや、ここからブラック取れてないから、本人が言ってることを設定してるだけですけども、本人が言ってるのは、1時間で、そこはあくまでも3時半に着いたのは待ち合わせだけで、1時間に行って、2時間で戻ってきて、食事をしたっていうのが、本人が言ってることなんだ、もし違うっていうんだったら、また教えてもらいたい。そのですね、関西テレビさんの報道でですね、15日の夜、岡崎町と2人で旅行という形で報道されていましたかね、ちょっと私は発言を拝見したんですけれども、そういう形でも報道されていましたが、また2人で旅行であったりとか、2人で食事をしたりとか、そういった事実は一切なく、あくまでも仕事に関して、お邪魔させていただいたと、そういうことになります。なんでそんな戦争だらけのところで悩んでるのか、最初僕も疑ったわけですけど、まあ正直言って1年生の議員もね、その選挙を応援するために、別にそんな委員さんが近畿一円の票を取りまとめるようなことでもないのになんでやっていう話を聞いて、こうずっと確認してたら、基礎の実家が宮城で、そこの親戚一党が手伝ってくれたんで、まあそこのお礼に、まあいう話だったので、もし違う事実があるんだったら、これは出してもらえたいなというふうに思ってますね。で、僕ちょっと関西方の方にもう一つね、これは事実問題だったら違うというふうに思われたんですけど、まあ、これはお互い交流同士だから、あえて名前出しますけどもね、今回のその取材の一連のこのスタッフの中に、まず同じ選挙区の自民党のですね、徳橋さんの関係での何か関係者が、まあ、それがインターンシップで何か一緒になったとか、ディレクターさんが何かって、その報道の関係者に、この最高位にある、小松さん周りの関係者が、このディレクターの中にいるってことはないですね。大丈夫ですね。その関係者が、まあ、関係者って親戚ってことじゃなくて、そこでインターンシップで、一回関係があったんですね。つながりがあるっていう人が、今回の取材関係で、メンバーに入ってるってことはないですね。もうちょっとこういう話も、こう、裏ないです。僕は今裏取ってません。だから確認させてもらってるんですけど。原さんという方ですけど。この取材の担当者である、その原さんという方。いや、だから、これもこれから確認ね。まだ取っていきますけど、そのインターンシップとか、何とか、まあ、小林さん絡みの、人だっていうことをちょっと、聞いたんで、まあ、これやっぱりそうなると取材フェアになってもらわなきゃいけないので、そこもしっかり出してもらわなきゃいけないので、そこはどうなんですか。今、名前を挙げて、おっしゃったので、確認いたします。
今確認いたしますというふうにおっしゃいましたが、ミラーズの方の、その、実はアリの時にですね、まあお客さんという形で、お邪魔されてお話をされていると、その時にですね、まあ、その実はアリに、僕はあの、この時期に働いてたことがあるんですよという形でお話をされていたというふうにお伺いしておりますし、またですね、うちの秘書が、小学生事務所で働いてた人やろうって言ったときに、まあそうですけど、それは別にいいんじゃないですかと、こういうふうな返答が返ってきたと、これも実際に。ここはあの、じゃあこれ、やっぱりフェアに、フェアにやってもらわなきゃいけないので、あの、関係者さんが、まあこれずっとお金でこれやってますんでね、まあ、そういうこれ、選挙って始まった後なんでね、ちょっと早急にそこは回答は出してもらえるんですよね。あの、その原さんっていう方が、渡してる人で、働いてたという事実があったかどうかについて、そこは確認したらすぐですから、明日のね、あの、朝一番でも、特段かなんかで、ポンと、あの、ちゃんと準備になってもらったらいいと思いますから、これぐらいはやってもらいますよね。はい。そういうことなので、まあ、あの、まあ、これ事実かどうか分かりませんが、また明日、関係者さんからあの確認させてもらいますけれども、大阪以外の方はあまり分からないでしょうけど、まあ、彼女の同じ選挙区の、まあ、自民党の、自民党の議員、自民党の議員ですね、渡嘉敷さん、小選挙区では渡嘉敷さんが勝ちました。で、彼女は敗れたんですけど、まあ、そこの働いてるか、インターンシップなのか、まあ、そこははっきりと裏は触れていませんが、まあ、関係者が、今の今回の取材のですね、メインの担当者になります。こういう事実をこちら側はあの把握しているという状況ですので、まあ、そこはちょっと関係者さんの方に明日早急にそこは回答というか、よろしくお願いします。ただこれ事実だったら、これはアンフェアだと思います。やっぱりこれはちょっと僕はこれ選挙というか政党で代表であのこれ選挙の告示が始まった時にやっぱりあんまり個別に出さないですけど、ね、やっぱり誰か早朝の報じ事件あったとしても選挙後に、まあ、報じたりとかまあいろいろあって、まあ、あの報じがあるとは言いませんよ。あの問題があればやっぱりしっかり報じてもらってあのチェックしてもらったらいいと思うんですけども、今回疑惑とかまあそういうことでね、いろいろこう報じられているということについて、まあ、選挙運動期間中なんで、そこはやっぱりもうちょっと、はい、いや、チェックはしてもらっていいんですけども、報じるんだったら民主党とか疑惑じゃなくて、裏はどんどんぶつけてもらってですね、やってもらっていいと思います。ただ、そこで敵陣営の方に関係者というものが、今回の取材のこうメインスタッフで、どうもその、まあ、僕の発言も悪かったところはあるんですが、その15日のですね、その起きるとかそういうところに何かいかにも2人で嘘をしているような印象が広まってますし、ね、まあ、やっぱり事実は事実としてきちんと申してもらいたいし、やっぱおかしいというところはおかしいと思ってもらいたい。まあ、でもこれ検討ができないのは12日、この体力の前はもう絶対あると思います。これはもう病気でありながら、この1年生議員というのが1世ですけども、こんな本会議を休んでまで何かやらなければいけない重大な会合とは、これも全くそれはもうありえないので、この12日の夜の会合はもう全くアウト。それから、あの取材におけるその対応ですね、新台湾市 の商店街での取材における対応、これも正当化できまして、事務所と探すのが取材拒否とか言って、出先とか入ってきてカメラを押さえつけたりとか、で一番最悪なのがカメラ当てた当てないで、まあ、それ当てた当てないは最後問題になるんだったら、きちんと法的な手続きやればいいんですけども、ああいう形での発言というか、まあ、でも僕もね、違うところでいろいろやってるから、まあ、僕は僕でまた法選手で批判を受ければいいんですけど、ただあれは秘書の、はい、そしてやっぱり良くなかった。まあ、関係者さん、ちょっと、そこで、今回の取材は関係者さんが追ってくれるのはいいんですけれども、取材の、その、取り仕切ってる人間が、敵陣営の関係者であるかどうかと、
それからやっぱり取材で多分その人が指揮を出して指揮というのは号令をかけてもし EMC と別のボディを読んだら答え出してたということであればこれまたやっぱりちょっと問題だなと思って確認をしてもらいたいです。確認しますが、その本体が一番最初に言われることで、はい、あれは、言語ですね、要は素材を、確認するために、したら、いろいろなところに、例えば発見して、あえて、だから勘違いしていただきたくないのは、ああいう演出というか、状況を作り出したものがあります。いや、まあ、ここで言い合いするとこじゃないですけど、ただ、まあ、それだったら、あそこまでのね、人通りの多いところがあれば、DMG とレポーター一人でやっててもいいんじゃないですか。いや、言い合いするつもりないんですけども、立ち止まってお話しいただければ、もう、それで、私たち、普段見たら、まあ、自分の方にとって、インタビュー取材というか、させていただきますけど、そうですね。いや、その通りです。それも言いました。もうこれは場所変えてこうやるべきだと分かりにくいかなと言ったんですけど、すいません、これは先ほど申し上げたことになるんですけれども、私がその時取材を受けた、状況というのはですね、本当に突如、5名、6名、5名ですか、5名の方々が、まあ、カメラ機材を持って、そしてですね、通常の取材であれば、まずは、まあ、私、こういうものですけれどもという形で、一応出していただくだとか、あの、来ていらっしゃる写真をね、会場に見せていらっしゃるだとか、こういう形もあると思うんですけれども、そういったことは一切なくて、来たみたいな感じでね、すごい勢いで迫られて、私来たら何が来てるんだろうと、こういう状況であったということがあります。そしてですね、その皆様方からご発言される内容、まさにですね、もう私が、もう旅行して遊び回ってたんじゃないのかというようなですね、憶測であったりですね、いろいろあったり、そういった内容をバンバンぶつけて来られたことでして、そういった中で先ほど申し上げましたように、いただき一生懸命で、周りの方々に、かなり、幅取ってますから、やっぱりごめん、ごめんということがありますから、かなりの幅を取って、そして、お祈り様をする状況で、お祈りされたと私としては、どういった方が何をされているんだろうかと、こういう状況がありましたので、もうこの場所では申し訳ないんですけど、迷惑ですから、ずっと通じて、時間とね、時間を取っていただいて、それで正式に使いをしていただけませんかと、こういうふうな申し出をさせていただいたところであります。まあ、それにもかかわらずですね、まあ、それをやめていただけてですね、まあ、私自身も、したと思えるのが、そういうところはですね、まあ、皆さんの好きなの方々からすれば、いや、それは別に意図してやったもんじゃないんだと、こういうふうな、ことをおっしゃるかもしれませんが、それは私が受けた印象でございます。あそこはあまり、あれやってもやっぱり、これは、必要だどうだよと、国会議員なんですから、やっぱりそれはそう言われたときにどう対応するか、外して、ちょっとここで試合を受けるとか、そうしているかというのは思ってます。こっちは、生徒の説明はないです。ただやっぱり、ちょっと、その人数とかね、場所っていうところももうちょっと考えてもらいたかったなというのがあるんです。あまりそこは本質的なところじゃないと思いますけど、態度振る舞いの問題だったということはもちろん認めてます。あそこで今、ステージスポーツ先にちょっと今の状況なんですけど、代表は今日までの段階で上下本人からをご理解を聞かれたり、直接聞き取りはされていらっしゃるんですか？してません。その時間ないです。この場所、割と初めてです。これ、頭がメディアの皆さんにもっともっと聞こえるのもありながら、まあ、ある意味、公開の場でも、ヒアリングをしたんですね。はい。今日の最初に来てあるまで、先ほど上下さんは、この場をお願いしたとおっしゃってましたが、今日の演説限りでは、あまり対応が不可なので、もう代表から大阪に呼んで、最初に立てるというふうになっていますが、この場は石川さんが自分の自発的な感じでした。石川さんは、ここはもう、夜と、今日朝、今日の会見させようということで、
複雑はありますコーの方に連絡をしてやりました。まあ、ただコーの方で、この紙で対応するとか、いろんなそういうものがコーの方でいろいろ指示が出てた、まあ、そういうところもあるみたいです。自身のコーの方ですね。それがやっぱり危険と期間中ってこともあるので、いえば、まさか、ね、選挙が告示が始まってからこれぐらいの疑惑の話でね、ここまでテレビでも何度も引っ張るっていうのはやっぱり思わなかったし、まあ、これは僕の前回の高橋総選挙の時もそうだけれども、前半記者の方が攻防交渉の問題でね、後で、伝われてきたら、処分に至らないような、そんな問題で1年切り使って攻防交渉を不祥事ってことを高橋総選挙の告示を同時にやったわけですよ。まあ、いいですよ。やっぱこれ僕らの立場ですから、それはチェックしてもらって、応じてもらうっていうのは、いいんですけども、ただやっぱりそういうところ、まさかこのね、こういう問題で、そこまで、報じられないだろうっていうのが、維新の党の方にはあったようですね。でも僕は、その12日の対応、それから、メディアに対応ですよ、秘書と、その本人の。とてもじゃないけど、こんな国会給料なんか払えないか。それはそう思うでしょう。ということをそのまま、どうですか。まあ、もちろん、執行部の人間ではないですから、執行部であれば、医師の党執行部であれば、それは処分の、そういう経験としておりますけど、そういうことはないんで、まあ、それはこれはダメだと思うので、解決しようとしたんですけど。上田さん、日本事務所の方は、今日の朝の段階では、最初にやったことも、存じてらっしゃらなかったですか。本当にこれは、自らで、えっとですね、まあ、その件に関してお伝えをさせていただきたいと思います。党の、幹部の、方々とご相談させていただきまして、まあとりあえずこれはもう完全なる疑惑であり、また私の方からすれば完全に非自民党の誤報であると公言するようなことでありますので、正直何をされているのかと、何をこんなに大騒ぎされているのかと、まあ、こういったことを最初の方は印象を受けておりました。そしてですね、まあ、いろいろご相談していただいて、まあ、とりあえず、まあ、皆さん選手にファックスを送らせていただきましたが、旅行に行ったという事実はないと、それはですね、社にお伝えさせていただいております。まあ、そういった形で提出をまずして、まあ、それでいいんじゃないかと、こういうふうに党の方からご指示いただきました。私の方といたしましては、関西テレビさんの報道を拝見したときに、あまりにもひどいと、あまりにも事実無根じゃないかと、あまりにも、ね、もう事実をね、明示されて、そしてまるで私が遊び回ってるかと、ようにですね、15日も旅行に行き、まあ、あんまりそこは言わない方が順位もダメなんですか。まあ、そういうことは、関西テレビが違うんですね。まあ、そういった形で報道されていましたので、まあ、この方に、まあ、会見をさせていただけないだろうかと、こういうふうなお話はさせていただいておりましたが、まあ、ちょっとしばらく様子を見ないかということでありまして、まあ、それで今日ですね、総務の方から、まあ、会見を支えということで、お話をさせていただきました。まあ、やっぱりこれは最初の、これはもうこっちの責任です。まあ、くっつかえば問題だと。やっぱりこういう問題の時には、もう質問を切るまでね、もう財団であれば、大阪市政、大阪府政府クラブの皆さんたちも、コロナがしょっちゅう、何かあれば、もう質問を切るまでというのは当たり前のようになってますけども、最初の初動で、ファックス1枚で対応したというところが、ことをこれだけ大きくしてしまったということで、まずこちらの責任です。大西さんはこれまで説明はもう説明責任を果たされたと考えていらっしゃったんですか。逆に、今日ここへ来て初めてですけど、はい、これだけ証拠とか、例えば2000年の法律家に泊まられば、すごくいろんな時系列の事故説明をされてるんですけど、これ最初にやっとけば、そんな最初にサンフランスする場合です。それはもう責任です。それはもう、医師のとまあ、それも自分では最後ここまで認めてないですけど、まあでも、そういう意識性になってる部分も含めて、医師と。でも今おっしゃる通り、大使館というのに、全て、疑惑だとか、事実無根だというふうに、勝手に判断せずに、
ぱりその何かあったメディアがこうチェックしてきて、メディアを感じたということは、国民の皆さんがそういう思いを持って、持ったということなわけですから、だからきちんとやるべき。はい、ですね、あのそれはですね、作りましたが、私の事務所でございまして、まあ、この企画というのは、それが、やらせていただいたのが、水曜日だったんですかね、まあ、水曜日だったんですけれども、まあ、週刊文春さんに、まあ、木曜日、発刊される午後に、私のことが掲載されると、まあ、その記事を先に拝見させていただきまして、なんてことを抱えているんだと思う、何もなんじゃないかな、なんか書かれたんですけど、ホワイトデー旅行かなんか書かれてまして、何をしてるんだと思ったわけなんですよ、私のことをいただけるようにさせていただいて。まあ、だから、その特産も、いつも、一家の、いつもお母さんと困っちゃうから、もう出ること言われば何だろうが、もう、どうなんですか、こう言って。我々の自治体だというのは、ファックスとあとフェイスブックなんですけど、フェイスブック、全部除かれたのは、まあ、Facebook の映像だから、ファックスを、まあ、に相談させていただいて、皆様方にお話をさせていただきました。まあ、それでもですね、報道を拝見して、これちょっと私の口でどうしても、何とかして発信をしたいという形で、まあ、自ら、まあ、プラスと相談をしてませんね、ちょっと一人の判断で、事実を報告をさせていただきました。まあ、それがですね、まあ、ご指摘いただいたんですけれども、まあ、その、まあ、ずっとですね、もう、技術のこの、まあ、こういう噂があります、そういう噂されています、こういう疑惑がありますという形で、どん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 テレビの方、テレビの方で報道される、まあ、こういったことであり、まあ、当然、まあ、一般の、ね、国民の皆さん方は、本当に Facebook じゃなくて、当然、皆さん方、テレビの力って大きいですから、まあ、そういう形でテレビの報道を通じて、何を言ってるんですか、みたいな、もうすごい、動画作るわけですね。まあ、そしては本当に事実をご説明させていただいていたんですけれども、そういったことがあんまりにも多かったので、ここは検査しない方がいいのかなという形で一度検査させていただきました。発言結果というわけではないですね、Facebook で。違います。違います。周りに書かせていただいたこと事実でございます。あと、最初に、検査のちょっと誰かが何人来てございます。その日の夕方に体調がかなり戻られたので、そうですね、まあ、お薬を飲んでいただいた感じもしれませんけれども、まあ、一時、まあ、その時に出ているということはですね、まあ、私の不足のいたところであり、これは本当に反省を強くしているところでございます。まあ、ただ、その時の私の、まあ、その気持ちでは、まあ、薬を飲んで、まあ、少し、あ、ちょっと楽になったかなと。思ったので、まあ、少しだけ顔を出させていただこうと、こういう思いで、お邪魔させていただきました。申し訳ございませんでした。で、変えられたのも覚えてらっしゃるんですけども、医療発表されているうちに、体調がどんどん悪くなったと。そうですね。はい。で、ちょっと出すこともできないような状況がありましたので、もうその、先輩議員の方が、ちょっと買ってくださって、その、重心の人生、重心者に持っていきなよと。という形で、言ってくださったので、大きい説明をしていただきました。一緒に出た岡枝議員の人の収録が大きい説明。はい、そうです。それも報じられてるんですか？それはですね、もう本当にたくさんの方々が、この議員のところに裏を取りに行かれているので、まあ、皆さん、報道してくださいませんけれども、皆さん方把握されている事実ではないかと思います。そうその、よく考えてるんですけど、その13日、大阪に帰ってくる準備だったら、お返しぐらいはという、本日、我々準備ではないので、本会議の会員さんが分からないんですけど、国民の方も。そうですね、本当に、まあ、本当に、その方におっしゃられるというのは、私も、まあ、仕方ないことかなと思っておりますが、まあ、先ほども説明をさせていただきました通り、まあ、東京の人事者は、まあ、本当に読み替える、まあ、毎日飲み会だけの場所がありまして、飲み物、食べ物、まあ、そういったものも一切置いていないと、英語一切も全く置いていない状況がありましたので、まあ、それで、まあ、12日の夜も一睡もできないような状況でありましたので、ちょっと、まあ、立派な大阪に帰って何かあったときは、
家族に連絡もできる、そして、まあ、ある程度のものを遊んでいるところに帰りたいと、そういうようなことは、言っておりますまあ、ただその行動がですね、まあ、皆様方に、まあ、不快を招くような結果になったということでありますが、ありますから、それは一つに関係を進めたと思います。で、13日に、今日の方に、引き出しがされて、はい、その、先ほども言われたことは言えないんですけれども、まあ、私は社会人になりましてから、まあ、何かあった時は、まあ、病院に行く時はですね、まあ、何かあって、まあ、例えば、先ほどのことは、サービスの方にあったんですけれども、まあ、何かあって、まあ、最初休むときに、まあ、何かあるんじゃないかと、そういうふうに思われることが嫌なので、さらに、生活っていうのは、そういうのに、まあ、習慣をつけているというところもありますので、それでですね、まあ、その、今回の12日も、まあ、当然、万が一の、まあ、こういう部分でありますから、万が一のときのために、診断書を行っていただいたと、こういうことであります。翌日に国会を休むことを目的に国家あるのか、ありません。たまたま13になってもことになったから、非常に当てた診断と、国会の方にあったというのが可能性があります。最後、13、14、ご自宅なんですが、はい、これは、まあ、我らの住宅ではないんですけども、はい、その例えば、家族の方とお会いになってみたり、はい、そのあたり、なんか、変わろうというか、まあ、であれば何か情報と言いますか、誰かに聞いてたりとか、いや、これは私、今、申し上げましたように、1人暮らしでありまして、大阪に1人暮らし、確かに、なんで東京に帰って、大阪に帰ってきたんだっていうのは、おっしゃるとおり。まあ、そう、東京の病院に入って入院してた方が、食事も取れるんですか。まあ、その確かに、まあ、なんでということは、まあ、自分の中までお伝えできることですけれども、まあ、私、まあ、実家が、まあ、家族の人でありまして、まあ、まあ、ちょっと私、大阪で生まれ育っているものですから、まあ、なんか、ね、まあ、大阪に生まれて、まあ、大阪の大阪じゃなくて、一つ一つの大阪。15日があるから、旅館に戻ってきたかったということではないですか。15日に、それは全く関係ないです。
本来国会が、委員会決だって、ね、あった場合に仮に出席された場合は、まあ、それは普通に体調が悪くなければ、あれだと会議が、基本的に金曜日、終電に乗れるのであれば、新幹線ですね、体調の新幹線に乗れるのであれば、さらに体調の新幹線に乗れて、土曜日は朝1から体調ができるように、判断しておくという形で、私は毎週、行動を続けております。国会の13日から新幹線何時に そうですね、7時頃に、まあ、考えたら体力的に新幹線に乗るのかっていうのが、まあ、一般人の高いかなと思います。まあ、そうですね、先ほどからそういう指摘もありますが、それはもう本当に、まあ、非常に辛い状況でありましたので、まあ、大阪に帰りたいというのもありましたし、そうです、まあ、その大変厳しかったんですけれども、6年は毎日頑張るタクシーに乗ることができますので、タクシーに乗って、東京に行き、今は、まあ、特定した乗り場すぐなので、まあ、乗って、まあ、今も新幹線の中でも、かなり距離に近い感じのような状況がありましたが、こちらはまあ、なんとか、で、まあ、気温高い日に着いたら、もちろん2階に来てくれるように頼んでますので、そういった形で移動させていただいたというのが、事実であります。13日の5時に分解に上がって、
からお昼から5時までありましたので、午前中はお休みをしておりますお休みをしておりますというのその午前中までは休暇ということで、で午後からは、仕事対応ということで、午後から小西会長さんとお会いする用事がありまして、その日は別の人が必要になっております。大臣にお伺いしたいと思います。おとといは、じゃあ同じです。ただ、議員身分に関わることなので、維新の大阪維新の会の執行役員と協議をします。事実関係については、ちょっと詳細にご確認して、今日メディアの皆さんにいろいろ聞いてもらおうと思ってます。僕の弁護士やってましたら、相当しつこくいろいろ情報を確認しました。でもちろん全部、これは取れるだけの力ありませんから、やっぱり分からないっていうのもありますけども、まあ、今12日、やっぱり診断書を取った後に、その会食というか、その事実が認められる。ただ、診断書については、まあ、事前に取っていたの。これは必要であれば、診療報酬明細書をきちんと出させます。それについて、でもちゃんと受けたのかどうかというのがあります。13日が国会を休んで、その辺で診断書を出したで。大阪にあったり、そうやって帰ったというのも、それは事実なんですよね。で、14は分かりません。僕も分からない。どこに行くのか。これはむしろメディアの中に行ってもらう。で、15については、まあ、先ほど言ったように、午後に宮城に行っていて、夜配食をして、もう一回お兄さんの食べて夜は基礎の絶後のリズムというところの僕が今把握しているのはその事実ですが、総合評価としてやっぱり国会議員としてあるまい態度を踏まえるだと僕は思っています。翌日の本会議がある中で前日に飲食をしていたこと、それから本会議が実際に行われている時に大阪に戻ったという判断を僕はかなり、それはもう東京の住民に入院してもいいという話でした。まあ、日高当初の事実と、把握していた事実と違うのは、14日に僕は旅行していたというふうに認識をしていたんですが、これはいろいろ関係から本人にお話したところ、14日の事実は僕もこれは取れていないと思います。ですから、13日休んで14日そのまま旅行だったら、もうこれはもうやめてもらわないといけないと思います。もう絶対にやめてもらわないといけないと思います。今こちらが裏を取れているのは15の選挙が出るのになっているのかと思うんですけど、僕はこれもおかしいと思いますね。13、ここまでの休みをしているんだから、14、15は、どうだろうか、何か、なんていうのかな。まあ、総合的に言えば、国会議員としてはあれは行動だと思う。やっぱり、納税者の立場からなって、高専生の立場から見れば、こんな自民党機関に給料払ってられないというふうに思う人ですが、ただ、報道の印象がね、ちょっとやっぱり有権者に与えている印象というものが、事実とちょっと離れているところはあるのかなというちょっと思います。まあ、カンテナの方が、あんたとも取材のね、していてた、一番強制人物が、ハイコーバーの、同じ高専生の、まさに、陸側の方の関係者だということになるのか、これは大問題だと思っていますから、まあ、そういうことも踏まえて、またお昼の15日、このお兄さんのお店に行ってたというと、お兄さんというところが全部飛んでしまって、何か2人で美味しいものを食べてきたというようなお知らせ方をしてますから、僕はやめるべきだというふうに思ってますけれども、そういういろんな報道の印象がちょっと違うのかなというところもありますから、一度やっぱりこれは維新の大阪維新の会の執行部としっかりメンバー、本当はもう一人取り付けで、それも決まりで全部決めてやろうと思ったんですけども、やっぱりこれは僕もね、一国会議員の議論にかかることなんで、一人の決定で全部できませんので、明日各メンバーとしっかり協議をして、最終決定を出したいと思いますけれども、
印象としてはやっぱりこれは国連の皆さんが報道の印象からすれば、これは議員に上げるべきだというふうに考えるのはすごくまっとうだと思いますが、ただちょっと事実と印象とが乖離があるなというふうに思いましたので、大阪維新の会のメンバーとして、ちょっと距離を感じて、大昼には結論を出します。関連の方も朝ぐらいには復活する。かけないべきな、はいはいはい、ご指摘のあった取材に当たった記者、過去に先ほど、おっしゃった、CM の事務所で、10年前、学生時代に2ヶ月インターンシップをして、でも今は全くもちろん関係ないですし、まあ、こんなこと言うのはあれなんですけど、今回の件に関して、その最高の、まあ、そこはもう言ってもしょうがないので、あえてもうここで言うつもりありません。ただやっぱり若干ちょっと報道 その印象がね、違うので、もう一回ちょっと聞こえたかもなって、明日も起きるような仕掛けになりました。もう一つお願いします。質問代表は臨時の時に、ベリさんを当選させてくれたら、あとは僕に任せてっていうふうにお伺いされますので、ちょっと申し訳ないけれども、今の気持ちを変えてないですか？いや、それはやっぱり、僕の管理、フリップレスというか、まあ、代表としての責任がありますので、ちょっとそこは、一回地方でちょっと距離をさせてください。切れないので、これが影響を得てるということは、個人にだけ託されたわけではない。自身の党として協力いただいたということは、それはもう重いことですから、自身の党としてしっかりやっていかないということがあるんですけども、やっぱりこれだけの党を起こして、国会議員としてきちんと対応できなかったということを踏まえると、今の現実で任せてくださいの、僕に任せてくださいのは、ちょっと言い切れないです。ただ事実は今僕が把握している事実が今言ったところで、もし僕の把握している事実が違うということだったら、やっぱりいろいろぶつけてもらいたい。もう僕が今把握できているのはここまでのところで、14の裏取りは正直できない。一つぐらいしかついてしまう。ちょっと事実はやっぱり一番の問題は、総合評価で僕はやっぱ国会議員としてね、ちょっとしたアルマジックだって言ったのは、当初の新生態橋です。取材の対応の方法、やっぱりあそこはもうどう考えたって、それメディアがこうするのは当たり前ですけど、国会議員と対応になりました。しかも集団場所の対応、車での対応、ある意味、今回メディアの方も、戦術チェックを走ったのこの部分なので、ちょっと、その経緯というか、気持ちと、まあ、そのたびは私の沿道に関して、国民の皆様の会を開催していただいていますただ言い訳にはなるんですが、先ほども申し上げましたけどね、8人ぐらいの方に囲まれて、
残念に置かれたんですが、ルーロ中国の旅行に行ったということを人事におっしゃったことが、発展報道の大きなところがあったと思って、そこは大統領の責任という発言に関してはどう思いますか。これはもう僕の発言で、僕の発言でメディアの方がそれをまたさらに後で取材をやるという報道のことです。この報道に報道が大きくなりましたが、この報道に関して、14日というのは、一人の代表が来とったところでは14日に旅行に行かれたということだったのでちょっと勘違いだったのでどういう経緯だったんでしょうか。14日、東京で維新の党の調査が行う一人があって、それは代表は他方向を受けてきたわけですよ。総裁には受けてません。もう、役所の業務もありも、選挙突入ですから、こういう人たち、新人したりもできたので、一部のメンバーから、いろいろ報告を受けて、もう、少しその辺では、もうすぐに対応しなければいけないと思います。そこでちょっと、授業に向けて、まあ、関係が良いですが、そうですね。ただ、僕ら法人ですから、国会議員も含めて、法人ですから、厳しく、まず最初の処方をね、厳しくいかなきゃいけないと思ってますが、これは逆の立場で、逆になってしまって、実は言ってたのに、言ってないっていうふうになるよりも、言ってないけれども、言ってたっていうのは、要は厳しくなる方が、それも、こういう機会の時には、メディアサイドとしては、国政策というのを持ってますが、僕の勘違いとか、それも、ある意味重要がありますけど、もし仮にこれを逆で、言ってたのに言ってないというのを言ったら繰り返しさせたらですね、まあ、こうやって報じられて、ただ情報については僕はもう別に問題してないんで、印象が違うじゃないかということを言ってるだけで、報じられることはもうこれはもう何も思っていませんから、まあ重要は今の僕の詳細なこの確認の中ではきちっと裏が取れてないという状況です。それで騒ぎが大きくなったところは、大統領の責任があるというのを考えるか、それとももうこれはもう国家の対応だったんですか。責任があると言われればあるんじゃないですか。それとも、それとあと、現実的に、本来であればプライベートなところなので、聞くべきことではないのかもしれませんけれども、まあ、ネット上にいろいろ情報が出ているので、一度確認させていただきたいんですが、今日の方とお付き合いとか、そういうことはないですか。私もインターネットの方でいろいろそのまま情報戦争を書いているのを今回拝見いたしました。その中で、そういうのを知るんじゃないかというのを、そういういろいろ取りましたら、私はそういった実感に沿うのかなというふうに思います。差し替えなければ、市長の方が、元々の、井上市長の市長をされてたかと思うんですけれども、私の一番最初の選挙を実感してくれた、なんか森選手さんということではなくて、ただ、井上市長の、自己選手いたので、選手いたしたいんですと、かなり発展しているということでありましたので、一緒にお願いするというふうに思いました。井上市長から紹介されたとかないですか。今度お手伝いにしてくださって、普通に、私も、何にされてた方かというのに存じなかったので、お手伝いしてくださっている方だなというふうに反抗していました。ちょっともし大臣長方からは、それであっても、その職ですというか、自然というような話がありましたが、今、現実さんはどういうふうに思われますか。それは本人じゃなくて、こちらで判断するという。メニューさんにお聞きしたいんですが、療養される際に、一人暮らしのお家に戻られますか。そうですね、もちろん、ね、まあ、スイッターに今、一人で住んでいるんですけれども、
まあ、そこが生活で一番進んでいくことになります。母親がこう来てくださるというようなことで戻んなとおっしゃってますが、だったらなぜお母さんが帰ってくるんですか。でまあ、そういう、うん、まあ、そういうことも、まあ、いろいろ言われるかもしれないですけれども、まあ、とりあえず、まあ、金曜日とか、自分のところに問題が近いんですね。で、まあ、それで、まあ、ずっと一人暮らしを、そこで参照していただいておりますので、まず、あ、そこにいて、で、まあ、家族が住んでいるところの別に車で、まあ、心通ってない一人ですので、まあ、とりあえず、自分の家に帰ったというところであります。遠くない距離のお母さんに迎えに行ってもらってということも考えられます。というか、遠くないお母様の家ということですね。まあ、そうです。それも、まあ、そこは必要ないというふうに考えます。まあ、今の、事務所なんですけれども、うちの父も、手伝ってくれている前に事務所に来ているんですね。だからとりあえず大阪に戻りたい、まず何かあったら、まあ、自分も期待してくれますので、まあ、そういった形で安心するところであります。秘書さんに関してなんですけれども、過去のこともいろいろ書かれていますけれども、その点も踏まえて信頼をして秘書さんに選んでいるという感じです。そうですね。だからいろいろ、まあ、今私も自分に気が付くということで、なんでこんなに違う本人になっているんだろうと、今私自身も非常に困惑しておりますし、非常に悔しい思いになっております。まあ、そういった中で、まあ、過去に、まあね、どういった報道がされていたのか、まあ、それも一応ですね、まあ、いろんな方から、まあ、こういう形で、まあ、あったけれども、非常に、まあ、彼の時に過去にしても、周りの方のより本当に応援いただいて、将来ということで、まあ、ご推奨いただいたので、まあ、そういった経緯でお願いしているということであります。過去のことに関しては、承知の上で、現在も、自宅にも十分だというふうに判断をされております。実際問題ですね、今、推察して選挙をいたしておりますが、すべての選挙を、まあ、ボランティアのスタッフであったりですとか、まあ、事務所の関係であったり、まあ、来選挙の選挙であったりすべて、自宅で全て、まあ、こんなのがすごいということでありますので、まあ、学習人としては、まあ、さらに、まあ、来て、教員が、やっていただくというというふうに認識はしております。お仕事の中にメディアであったり、有権者への向き合いという部分を整えるという業務が、一般の中にあると思うんですけれども、この点に対して、まあ、今回の対応を見て、今回の動きこういった形で本当に皆様方に、まあ、大丈夫な一部を聞いているということでありましたが、まあ、非常に、まあ、皆様方に不快な思いをしていまして、もう本当に今仲間が高まっている状況で、まあ、ああいう形の映像が流れてしまうということは本当に一気に願っておくことでありますし、有権者の皆様方、国民の皆様方にお互いを報道してあげたように申し上げるところであります。まあ、その上でですね、まあ、これからも仕事を内緒にさせていただく予定でありますが、まあ、まあ、当然ですけども、そういった対応がないように、本当に、まあ、今、まあ、先日ちょっとバタバタしてますし、まあ、そういった形でそういったことはないようにしてくれと、そういうふうな指導はしております。ちょうど質問について15日の指定についてなんですけれども、この宮津の人のお兄様に見てみかれて、そこで食事は足りてないですか。ですね、先ほど申し上げた通り、無事に待ち合わせ、宮津の人の兄の店で待ち合わせという食でありまして、車で大阪から人と出発をし、会食に行かれる前にお兄様の家で実際で食事はされてない。食事はしてないです。弊社が今日そのお兄様にインタビューさせていただいた内容では、その会食に行く前にも、昼夕、まあ、
共同な共同の感じで1万円ほどの食事を食べてたということ。それ食べてないです。はい、何も食べてないです。そのついてますよ。まあ、ある意味は勘違いというのはちょっとわからないんですけど、まあ、本当に今私が申し上げた通りですね、そこで待ち合わせをして、そしてそこで佐野教育隊に医療経営者の方2名と合流をして出たという形でありますので、そこで、4時頃に食事をしたという事実は一切ございません。佐野の一日としては会食2回までこれで認識といいますか、それが事実であるんです。お兄様の記憶違いです。まあ、それは私はその方がどういうふうにお答えになったのか知りませんけれども、事実はそういうことであります。私は事実はあるんですけど、4時の、まあ、4時というかお昼にお兄さんの店で会食したかどうかっていうのは、夜のこの会食日がなければ重要事実になると思うんです。2人で食事をしたかどうかっていう、でどっちが、まあ、どっちが勘違いしてるかっていうのはよくわかりませんが、夜に予算調査とか予算調理会とか、まあ、そこに会食が入ってたということになると、まあ、その前に、まあ、何か食べたらどうなのかというのは、まあ、その重要事実ではなくてもらえないと思うんですけどね。夜の事実からあるんですね。そういうことです。まあ、本人は4時何か食べてたというわけで、まあ、仮に食べてたとしても、それは何かに影響するようなそういう事実ではないとは思うんです。夜のその会食は僕にあるで、その会食が終わった後にもう一回戻ってきて食べてることは事実なんですが、まあただ記録があるそういう認識の違いがあることは間違いないです。まあ言いとはないかもしれないけど、まあ弊社の取材としてお互いに言うと釘が合っていたので、はい、今で繰り返しないのさっき代表のね、ちょっと言ったことを聞かなくてるんですが、13日の時に私たちがお会いしたりになりました。で、どうぞ、ウェイさんは、まあ、私からあるんで、まあ、おかしいですよと言われますが、これ秘書の方がいるからっていうことは、これもしあるから、まあ、秘書の方がいるからね、まあ、いや、あの方が、まあ、ゲイさんがいらっしゃるからっていうんじゃないですか。まあ、いや、ゲイじゃなくて、気持ちの面で、ね、で、2人の関係、さっき質問が出ましたけど、全くそういう関係はないということなんですが、まあ、関係で、それはかなり強いですよね。公設長、まあ、正解の先輩ですよね。それはその日、本会議、休んで帰んなきゃなんないときにですね、相談に乗ったりなんか、みんなもうちょっと帰ってこいよみたいな、そんな会話は。別に指示を受けて、指示を受けて帰るという判断をしたわけじゃなくて、本当に、私の勝手な判断で、全く別に誰から指示を受けて帰りなさいと言われたわけでもないですし、相談もなかったんですか。相談もなくて。もともと13日が大きな時代が入りましたから、どういう連絡ですか。昨日、大阪に帰るので、みたいな感じで、こっちに連絡をしたので、まあ、その迎えだけしてもらって、まあ、その後のあたりは、休暇を、まあ、もともと一日休暇だったんですけれども、その後、休暇を取っておりました。ああ、じゃあ、なんか、失礼な質問ですね。ちょっと、気になったね。じゃあ、お母さんのところね、どうしても帰りたいということが。まあ、先ほどもおっしゃいましたが、まあ、自分で何日も来ておりますので、国民がですね、今何にびっくりしてるかと言いますね、あなたの言葉遣いなんですよ。で、
どんなに、まあ、切れても、ああいう言葉みたいなのが出そうですよ。公設と言われてる人間が、ああいう人がやってるんだというイメージになるんですよ。で、やっぱり何かこう目に余る、自分の本意でないこと、で、まあ、切れるって言いますね。そういうふうにああいう言葉みたいなのがされるんですよ。あれは初めてなんですよ。ああいう言葉自体をされるっていう声が聞くと普段はそういう言葉自体があるいや、いいですよ。それはね、頭に来たということの前提です。頭に来ても、やっぱり国民はですね、ああいう言葉自体がないんじゃないかと。どういう方がされるんですか。だから、心はもっとこのマイク使ってください。いやもうだからもう僕の方がもうもっと言えることばっかりしてますけど、ね、そうね、そうね、橋本さんの動きは、うん、橋本さんの動きは違うんですよ、うん、ちょっと僕は聞くと、うん、党の代表として一府の代表として光る人はどうします今だけいや、僕じゃなくてね、やっぱり国民が一番こう思ったと思うんですちょっとそれは僕自身もだからそれにやってるところもちょっとあるんでちょっとね、これ、どうにか、どう、どうにかになるっていうのは、よくないですから、自分も、いろいろ、時間をね、止めながら、ちょっと、すみません。あれはもう、やっぱり、ダメです。まだ病院じゃん。2人で食べられたという、まあ、お店を持ち上げたので、その勝利を取ってますが、これは6人で食べたりという。で、わざわざ本当であるならば、ね、わざわざ2人と説明される理由が。それはですね、その、まあ、相手の兄がですね、まあ、そのどういうふうな質問方をされて、勘違いに答えたのかもしれませんけれども、事実といたしましては私が申し上げたところでありますし、まあ、それはどうしても信じられないということでしたら、まあ、皆さん方も裏を取っているというふうにお伺いしています。ここに同席をしていた人の少女であったり、企業経営者の方々にで、そんなに信じられないんだったら、もう一度確認しに行ってください。もう皆さん方、直接少女であったり、そういった方々に裏を取られているというふうに聞いております。あと先ほど、まあ疑惑なのにこういった報道されることが、まあ、起きやすいというふうに伝えましたけれども、やはり12日3件も希望できる状態で、まあ、13日本当に立ってられないような状態なんだろうかと、うん、そこにまあ疑義を生じて報道するというのは、はい、あの言い方考えないと、それはもうその通り。はい、それは本当に、そういうふうに受け止められても仕方ない状況であり、それに関しましては、体調管理ができていなかった私の不足の致すところであるというのに、真摯に反省をさせていただきたいと思います。まあ、ただ、先ほど申し上げましたように、ご存じを飲食をしていない、そして最後はですね、診療所で診断を受けていただいたということでありますので、そういったことがあったということも、いや、それから繰り返してなりますけど、疑惑でね、疑惑として報じられるのは当然です。もう一連の流れとして、それもうそこはもう当然だと思うので、まあ、今日の会見を受けて、またフェラーやってもらえればと思いますから、もうその12日の対応、それから何日か知りませんが、秘書と、それから本人の対応、それから13日、なんで大阪に帰ってるのに、それぐらいの家にと。もう全部合わせれば、疑惑と報じられるのは当然、それに加えて、僕はどういうふうに旅行してたということを見たって言ってるわけですから、それはもう当然のことなので、まあ、今日こうやって説明させてもらったので、まあ、株主に報告してもらったらいいんですけど、まあ、ちょっと明日以降、見えないようにやってもらえればと思いますし、結果というのもあるんですので、疑惑で報じられるのは、これも協力してるというのは当たり前なんで。まあ、解消できるところは解消しましたが、あとはフェアになってもらえればと思います。体力の前 のカメラを追い払ったところとか、英気師匠の言葉自体、これも避けられるところですけど、そこだけで
こう、なんかやるんじゃなくて、はい、その事実として、15日どうだったのとか、15日は何してたのとか、15日何してたのかというところの裏を取ってもらって、未来に報じてもらったら、それはもう、当然のことだと思います。あとは15日月の日16日その日の朝と午前中には帰ってこられるんですか。そうですね、午前中に出てやっぱり来ておりました。そしてまあその後ですね、オフィスの方は地元の村の会長と、まあ今日という形で質問を取らせていただいていますので、それを証明されるという時間を持っています。まあ、言ってみれば、自分さんがバスボールではあるんですが、ね、人の方で言うので、初めての教育が割れたすごく普通のお仕事だと思うんですが、それがその疑惑でその不倫だとかですね、そういった話に発展したというので、例えば地元でお二人で何かちょっと誤解を招くような行動があったとか、思い当たることは全くないですか。まあ、ですから、まあ、人ですから、当然車の運転であったりとか、まあ、当然一緒にいる時間は、長いと思います。ただですね、まあ、これを見て、まあ、どういうふうに、ね、ドライバーさんを立てる人を立てないか、まあ、それは分からないんですけれども、また普通いたしましては、そういった事実はございませんので、そのことはお伝えさせていただきます。まあ、それもね、お母さんも止まってるんですよ。そう。だから違うというふうに、まあ、やっぱり事実は違うんでしょうけども、そう捉えても仕方がないですよ。まあ、だから僕はこれ偉くて見えません。男女の関係をそういうことは偉くて言うつもりは何もないし、どうするか僕はそういうことは言うつもりはないですけど、それは実はおかしいと思ったんですよ。まあ、だからそれはもう世間でどうなれるかということぐらいは、それは事実として違うと言ったとしても、どう捉えるかということは、それはあり、そんな、そういうところを、こう違う違うとなったんですけど、しょうがないです。あと、明日の今日はどうですか。お話されてるんですけど、ね、人事局今の時点ではするべきだと思われます。それとまたすべきでないと。いや、本人に答えさせるけど、本人はもう言うなって言ってます。それは。ご自身で発揮すべきでないかというのは、それは僕らのその結論について、そこから考えたらいいと思います。今日の途中段階は、そうですけどね、まだ。やっぱりそれは、その話してもらう、出した瞬間にそれがもう、固定なんです。この部分から僕からの指示で、今の段階では、僕は結論、まあ、やっぱり統合判断としては、やっぱり納税者、納税者としては納得できないというところは、今日されたと思います。ただ、事実と、ちょっと印象の、変えが、ちょっとありますので、ただこれは、執行の方で、しっかり協力させてもらいたいと思います。それで、決定を出して、まあ、本人がそれを受けて、どうするか、ということになります。あと、諸君は、医師の相当落語されるとおっしゃってます。いや、それはすいません。もう、医師のことは、もう、何も経験ないですから、これ、勝手になんかしたら、もう、それは国会議員になったんで、何度大阪の、こちらの、ないでしょうから、これはもう、全く無関係。僕らも、医師のことは、何度も経験ないです。ありがとうございます。弁護士の方にもお伝えできますが、12日ですね、いろいろとこう、どういう店に行ったかという質問があったんですけども、何時にどういうところに、どういうふうに行ったのかというと、その時間の経緯がですね、いまいち分かってないような気がしますので、その質問をちょっと説明いただけますでしょうか。まあ、ちょっと調整の時間っていうのは、ちょっと私の方もあまり把握はしていないわけなんですけれども、まあ、移動はタクシーで移動させていただきました。時間ですね。8時頃に合流したのではないかなと思います。8時頃に合流してると思います。そして、まあ、9時から、まあ、その患者さんの、ちょっと行っていただきたいということでありましたので、まあ、それまで時間を過ごして、9時に行って、でその後、まあ、そうだということで、行ったので、その後、診療所に行っていただいたということで
正当化するつもりはもうないということは繰り返しますけど、ここはレアになってもらいたいので、都合自体で今回の決定するのではまずいません。ご現地も大阪市が80億とか、VTR が80何億とかね、今回で言なくてもいいのないんですが、国会はどうなのか、出てるない、結構いるか、まあ、予算の解決としてはね、まあ、どちらにしないのかもわかんないけど、まあ、ちょっと野柄はね、こっちを生徒がする方法ないですけども、いろいろかなとは思いますよね。技術でなんかいろんなものを知らないといけないとかね、経済技術とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。小機械ではやっぱこれなかなか必要とかですね。まあ、だから別に生徒がする方法ないですし、やっぱり予算の解決っていうところは非常に、そのために解決 の一手立つかどうかっていうところにある仕事の全てがあるわけですから、これはもうそう思うことだって、僕はこう認識してますが、ただ広く今の国会の皆さんが、国会議員が、国会議員が、全部に最初から最後に全部出てるのかどうなのか、まあ、いろんなところでいろんなことを認識してますね。ありがとうございます。朝日放送から関連しまして、今まで本会議であったり、解説は欠席したことっていうのはあったんですか？なんか診断書を出してやったことは、本会が初めてだったんですか？わかりました。ごめんなさい、12日の患者さんの腸をやっているところっていうのは、なんていうのを感じますか？金魚っていうのを見てみた。なんていうのは、ですから、その先輩議員が一緒にされてるんですね。その子の患者さんであるというふうにお伺いしております。いわゆる入管、まあ、その店が別にそういった方だけの店じゃなくて、女性の方も男性の方も、例えば戦争というのをことをテーマにしたような実験をされているところがあります。戦争とか沖縄の、まあ人間の人であったり、そういったところを、まあ、調をされているというような内容を見せたんです。報じられているとおり、小株であったり、小株というのは、小株というのは、私もあまり言うとわからないんですけれども、まあ、内容といたしましては、まあ、女の人だったり、女の人だったり、そういう方々が、まあ、そういう戦争のテーマに、何回も聞いて思ってたんですけど、消化具合って本会議がやってる方がいいってどう思います？まあ、本当に、まあ、それに関しましては、まあ、一時的に薬を飲んで、まあ、楽になったとはいえども、まあ、結果的にそういうふうになりましたし、本会議を欠席することになりました。まあ、そういったことに関しては人から申し上げておりました。そのためにもって私の体調管理のできなかったことを、これは本当に私も謝ったら無理だって続けられるんですか？本当に、そういうところもありますけれども、まあ、これはもう本当に厳しい反省をして、まあ、これからはこういうことをやるようにやっていただきたいということしたいなと思います。自分ではやめるとは言えないということですね。本当に、まあ、これからしっかりと、こういうことができることになるように
に、特に対応させていただいたと思います。それ以外その大阪にいたことを忘れてるような今大阪にいたことをそのあの上西さんはずっと家にいたということなので、はい、それ以上の具体的なお話はできないものなので、はい、どういう状況なのかということは言わないといけないんじゃないかと思います。13、14で、京都の京タウンの温泉とかそういうところに行ってたんじゃないかと思います。そういう、まあ、皆様ありますけれども、そういった京都の建物からの一番最初の、一番最初に患者さんが上に下がって、その状態を取って、
それはじゃあ書かなくてこういうのを報じられたっていう可能性があるわけですか。あの、そういうことだと思う。今の話に聞いたとおり、使えない範囲で、パンは、あの、大変だったと思います。あの、私はどっちに、はい、大変だったと思います。今、あの、お言い方に聞かれた方は、交差配置です。あいつらの交差配置です。もともとその、お姉さんとの国は、というのも、あのもう何年前から で, でその共産党の方なんですが、それはあの、一泊されて帰ってこられ、一泊で帰るか、それで14日に帰ってこられ、14日から無事に帰ってこられ、これなんでこれ人の間違いじゃないんですかという発言をすれば簡単だったんじゃないか、特にその特に病気不利でいらっしゃるこの旅館をじゃあ旅館の場所ね、旅館の場所を行って、あと村と向かうから、休憩するんだね。だから、もう、まあ、人がどこまでそういうことをオープンにするかっていろいろあると思うんですけど、まあ、法人の一種なんですね。大事があることによって、どういうことって、あれですから、その旅館の場所が、ちょっと、あの僕そこぐらい撮ってませんが、そこに来てた人が、有名かどうかという写真があったのか分かるんですね。確認ですけど、鈴木さんはそれを、聞かれたのはご存知で、だけども、近くには使われなかったという。まあですね、私、まあ、これ、どこまで私が著書の、想像を管理するのかというところなんですけれども、一応私の事務所では、まあ、秘書は、まあ、他にしていますけれども、まあ、休み、休暇プロジェクトが来たら、その休暇の時ですね、まあ、別の方も会社員に入ってくると思うんですけれども、休暇でやったどこに遊びに行くんですかとか、何してどこにいるんですかっていうことまでは聞かれないです。いやいや、行かれる方に全然大丈夫なんですけど、今回ですから、順番番地とかは問題だったので、その時に教官後にお二人で行かれたんじゃないかという気はしてきたら、当然ちょっとその、患者さんの材料としては十分な、まあ、私としては、教団語と言われたように15日のことを言ってたんで、それを言ったのに15日でしょというふうに、私の彼が、こう早いけど、どこに行こうか、あんまり聞いてない。
で僕はそれは確認してないから僕はわからないですけど、もう猛獣者なんてやるつもりもないので、まあ今ここでお話をさせてもらいました。病院の診療方針、診療方針の処方、薬の方針、それから、それやれば、多分そこが固まって、デュータの診療の、エースの行動と、まあ、ちょっとそこが、それは、グリガチュラの話をすると12とか、デュータの12の前日の行動とか、13の、何で午前中に帰ってくるんですか、いろんなものが固まってこうなっていくのは間違いないですけども、ケアとか確認して、13、14が、別の条件と、どういうふうに止まってたっていうことが確認できれば、ケアとか、これから。どのように出してもらえますか、どのように出してもらえますか、東京だから、そういう確認して普通にやるんですか、僕らの昼間にちょっと行きましたが、それまでにちょっと見せてみてよかったですね。じゃあ、診療の部分とかどこ止まってたかっていうのを出していただければ。はい。じゃあ、この2件は。あの、すみません、それはちょっと結構すごかったので、結構変わずに、ちょっと電話をらせていただいてもいいですか。一般的に通る場合は、結構変わらないので、リンパって広くないですか。神じゃない、もう10分くらいでいいですか。もうもはや得意なんですけれども、Facebook がアップされて、コメントをどんどん書く。9時から始まるいやでも私は9時に入って
って、本当に大きいと思うんですけど。3軒目はどこ行ったんですか？3軒目は、あまり東京の時間がないんですけれども、その先そのお店のすぐそばで、ちょっと顔だけ出してほしいということで、顔だけ出していただきました。なくみたいな。まあ、なくみたいな。男性が、まあ、狭いところで、おかけ出してたんですね。それは、まあ、家でね、来られたからもありますけど、今日ツイッターで、まあ、かなりがっかりされる方、大勢いらっしゃいますけど、本当に、まあ、こういった形でね、まあ、私が、まあ、本当に最初の感じを取っていただいて、まあ、大事な面会で、まあ、提出させていただいたと、まあ、そして、まあ、報道がなされて、どういうことなんだろうと、まあ、それにどこに行っていたのかなと、そういうふうに、まあ、まあ、報道を見たらですね、当然思われるのが当たり前だと思いますし、そういった意味では、まあ、ね、どうなんだっていう、まあ、お客さんの方から、大丈夫かというとどうなんだということで、まあ、問い合わせもありましたから、まあ、そして私は真摯にお答えさせていただいて、それをご理解いただいて、今も、事務局で、まあ、選挙の方にボランティアとして、あの、ファミリーのも取材に行かせてもらいましたけれども、あのね、ご家族の方がここに行かれてるのが、そう思ってらっしゃるのが非常にね、かわいそうだと思うんですが、毎日手伝ってくれてるお父さんたちに対しては、どう思いますか、今の状況。そうですね、本当に今、私の担当管理の一度出さないというところで、僕のところであると思いますから、まあ、これに関してはしっかりと、まあ、これから改善していくという形で、皆様方にご理解をいただきたいと思います。そうか、近くなんですか？もともとなかったのか、議員活動を通してなくなっていたのか。まあ、とにかくですね、まあ、その日は、まあ、お薬を飲んだら、まあ、少し楽になったから、まあ、お手をじゃあ乗っかっていただこうかなと、そういうふうに判断した、私が判断してあったと思っています。こうした経験からも治るんですか？そうですね、まあ、私、今回初めての経験がありましたし、で、まあ、私としても、今回もこれまで欠席をしたことがありませんでしたので、まあ、非常に、まあ、思うことをしてしまったと、そういう認識はあります。ですので、まあ、それからは、そういったことは、もうないというふうに、誓いをさせていただきます。今日以降は取材を申し込んだらいつでもどうなんですか？まあ、いつでも、まあ、今日は予定がありますから、まあ、それはちゃんと予定を出るかすればいいと思います。というところです。まあ、私は予定管理してないので、まあ、記者の対応はもう止まるでしょうけど、まあ、だから、その、何百人も言われるし、だから、その、きっとね、この場所で、だから、それもですね、まあ、適切な形で取材をしていただければ、選挙中も本当に皆さん方はお越しいただきましたけれども、本当に適切に、まあ、ね、出して守ってくださる方は、きっちりしてくださる方にも誠実にお答えをしていたと思います。まあ、ただ、ね、先ほど申し上げましたけれども、関西テレビさんのように、まあ、5名で通談が後取られると、しかも、どこのどなたかもわからないと、こういう状況でありましたので、その時は、すみませんけれども、また改めていただきますかと、こういう時でお願いしたらお願いします。あの、私の方ではありますが、誤報ではないという、先ほど誤報というのが、何に関しての、関西テレビの報道が誤報だということをおっしゃいましたけど、まあ、でも事実と違う報道をしている、基本的にはね、旅行をしてないんですよ。旅行してないに、一貫して旅行ということで。15日は旅行なんですか？いや、ここはあの私は旅行だったんですけども、それはもう、ホームなのかプライベートなのか、もうその日程で、あのそこはもういい、あのそこはもう、いつもそうなんですよ、素敵な旅行とプライあのホームのね、あの出張がありますから、まあ、いずれにせよ、ちょっと話が変わってきたのが、もちろん、その要は、秘書と男女の関係での旅行だっていう話が、本会議の前日の会議の前だというところにちょっと話が変わってきたのかなというところがあります。だからそこで今言われているように、女
前日のその、まあ、飲みに行って、遊んで、一日休んだということは、もうそこは事実ですよね。ただ、前提としてやっぱりウイルス投影というものに、まあ、診断しとった方であれば、完全に飲み飲んで遊んで、休んだということではなくて、まあ、言ったら、病気なのに飲みに行くかって、もう守っていけるかわかんないけど、まあ、もうそこですね、なんだよね。でもこれは、戦争からできないし、国会議員としてはありませんということだと思ってます。何回も聞いて申し訳ないですけど、有権者の方はですね、自分さんに対して、これまでこう甘やかしてきたから、こういう状態になったんじゃないかというようなこともありましたが、そういう方たちにとってはどういうふうにですね。いや、だから甘やかしたと言われればそうかもわかりませんが、でもこれ、国会議員ってもうみんな大人なんでね、親でも何でもないですから、まあ、最後は僕らの仕事っていうのは、選挙で審判つけるということだと思います。ただ、いろいろ、まあ、指導不足というのも、Thank you.